よいしょ、できましたかね。待機してた、ナイス、やりましょう。じゅんちゃんこんにちは、いらっしゃい。はんちゃんいらっしゃい。なっちゃんいらっしゃい。ではやっていきますよ。ちなみにね、あの本日ちょっとルールを、変えて、鬼はタカタカとジョーカーくんす。あおちてんてんありがとう。げんちゃんやほやほ、いらっしゃい。みちょんやほやほ、いらっしゃい。どりちゃんいらっしゃい。でティモはね、あの感染側っすね。しおぴょつんつん、感染側っすね。 M1 見てた？やほやほ、ジャスくんやほやほ、いらっしゃい。みんなやろうやろう。今あれ、石川さんが石川さんが偽物の石川さんが、石川さんのやつも雑談あるよね今日ね。しお猫ちゃんいらっしゃい、お久しぶり。いらっしゃいいらっしゃい。ね、鬼は来てて、鬼は服着てくれる。うん、のりさんだとか言って、これいやいや偽物の人だけど嬉しいよね、なんかいてくれるとね。ありがとう、やほやほ。でちょっとルームのね説明をしたいと思うんだけど、あやうちゃんいらっしゃい。そう、感染側ができます。そう、感染側ができます。もういやね、今ね、あの出格する、出格と、あとルーム説明だね。ルーム説明をしていきます。あ、うち応援されてもね倒さないんだよね。うちあの感染だから私感染します。うん、みちょんありがとう、助かります。イベントにお茶役はありがたい、ありがとう。ボムピ嬉しいな。ボムちゃんも隣にね参戦してるんだけどね。一応ね、みんな PUBG は立ち上げてるかな。中指ちゃんいらっしゃい。充電が微妙だからちょい感染する。 OK、 了解了解。とりあえずまあ最初に適当に入ってもらった方がありがたいんで。これテロップってさ、うちちゃんとあの大会みたいになってるのかな。うん、てかさ、これでさデュオじゃなくてシングルでよくねって思ったんだけど、ジョーカーくんどうでしょう。なってる、 OK、 さすがですね。私シングルでよくね、タカタカと、とりあえずジョーカーくんが鬼っていうことで、みんながそのフィールド内で寝て、あの逃げ回ってくれれば。サテライトキャノンで何サテライトキャノン、あ、間違って鬼同士が打ち合わないようにデュオで行った方がいいってことか。あ、そういうことね。ゆちちゃんこんばんは、いらっしゃい。バネダメ、ダメ、ママ感染するの今から、頑張るの、実況者になるの今日、わかる？ダメじゃあボムもね盛り上がってきました。あ、でもね、言うてももう3分か。とりあえずじゃあ、説明をしよう。とりあえず鬼はタカタカとジョーカーくんです。でティモは感染側ですね。うん、感染側です。で一応ルームを作成するんだけど、ティモ感染に入って、まあ、ジョーカーくんとタカタカはお洋服を着てます。そう、うちが感染側だから、みんなリスナーさんはいろんな人の動きが見えるよ。でそれに対して私がねちょっと感染していくんで、うん、で一応服はジョーカーくんと、タカタカが着て、鬼がタカ、あの服着てます。で一応フィールドに入ったら、荷物マークから服を脱げるんで、みんな全裸になってください。うん、金玉いらっしゃい、おつんつん、全裸になってください。で回復なども持たない。とりあえずね、鬼ごっこなんで鬼ごっこなんで、鬼はハンドガン縛りです。鬼ハンドガン縛りの、逃げる側は、全裸で、うん、全裸でただ走るだけです、フィールドでもね、うまくね、ほんと逃げれるんだよ。で、うちはその全裸を観戦していきますんで、よろしくお願いします。そう、全裸で回復持たない。ね。武器も持たない。OKOK、了解よ。うん。もうすでに裸になってる。了解。で、一応ね、ルームの方で、
作れるんだけど、オートでこう回収するのを拾うことができないようになってるから、うん、自動取得オフにしてるから、なんか無理やりには拾えなくはしてるから、多分ねフィールドを歩いてるだけで大丈夫だと思う。でちなみに鬼がどの辺にいるかっていうのは、これは感染で説明してもいいのかな。とりあえずちょっとね、あのキーワードとしてちょっと鬼がどの辺にいるかっていうのは感染側はちょっと喋ってもいいと思うんで、うん、喋りましょうかね。そうそうそう、そういうルーム設定にしてます。ということで、じゃあ仲間を集めていこうかな。行きましょう。じゃあそう、タカタカかジョーカーくん、どちらかに撃たれますね気をつけてみんな。ルーム作成、ほい、でデュオで、ほい、パスワードは、あ、ね、ちなみに今ルーム作成をしてるんだけど、ルームの入り方わからない人たちいると思うから、ルーム作成で、ここにさ、タクちゃんいらっしゃい。今、ね、喋ってくね。こちらにティモとね、友達になってる人はティモがタテテテっていけるんだけど、落下のダメージを受けてもそのままだね。ふなしいらっしゃい。おちちゃんいらっしゃい。おちゃちゃん、おちゃちゃんいらっしゃい。こちらのね、KRJP サーバーですね、サーバーは。見える？この右上に書いてあるんだけど、KRJP って書いてるサーバーにしといてください。で、あ、違う違う違う。で、こちらのね、ルームって左側に書いてあるんだけど、家のちっちゃいマークが書いてあるでしょ。そこタップしてもらうと、こういうルームが出てくるんだけど、で、ルームナンバーを入力ってところで、ティモがね、今から出すルーム番号を押してください。まあちょっととりあえず作るわ。で、パスワード1210、私の誕生日だね。覚えやすいやろう。覚えやすいやろうとか。で、感染を私一人にして。あら、あらららららあらららら、パピが出てきた、パピが出てきた。あらららら。あれ？あら？ちょ、待って待って待って、おかしい、おかしい、おかしい。ここか。で、今、パスワード打ちますね。人数決まってないよ。誰でもいいよ。誰でもいいんで。じゃあ今ルームに鬼たち召喚。なんでやねん。なんでやねん。鬼たち召喚しますね。あ、参加全然いいですよ。一応ね、iTunes カードをあげるんで。で、とりあえずジョーカーくんとタカタカをセットで呼んどこ。え、今ね、ルーム番号を押すね。いくよー。ルーム、ちょっとこれね、誰かあのコピペしといてね。ルーム番号で、683683。あららららら、ずれている。今タカタカとあれは入れた。 683 68、お、なんでルーム番号押せないの。普通に683の1761の、パスワード、パスワード1210の KRJP サーバーだと一応書くか。 KR 文字の方が分かりやすい。で、今からこれを送るよ、みんな。こちらっすね。まず1回目のルームはこちらになります。どうかな。あ、適当に置いてくね。適当に送ってきますよ、入るように。
当たった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 。さあ入って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 。で友達じゃない人はそっちのルーム番号から入って、入れない人はコメントで言ってほしい。おやる、みんなの方が早いねみんなの方が早いね。今もう一回呼ぶね。はい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 。今行ったかな。来た来た、オッケー。ほい、ふなっしー、ルーム番号は何がわからない、どの辺がわからない、ルームの入り方がわからない。そしたら、KRJP サーバーに、右側のところ、アイコンの、自分のアイコンのところにあるんだけど、あ、タカタカが書いてくれてる。詳しく書いてきてくれてる。こちらでお願いします。押せるかな？ KRJP サーバー押して、お！ゆきんこやらない？ゆきんこやらないか。パスワードは、左の四角のところに、まずルーム番号を入れてもらって、そしたらパスワードが出てくるから、そこに1210を押してくれれば大丈夫です。あ、コインありがたや。コインありがたや。あ、いいね、いいね、みんな入ってる。みくちゃんこんばんは、いらっしゃい。逃げる側は別に2人でも1人でもどっちでもいいからね。あ、入れた入れた、オッケーオッケー。コインありがとう、サンキュー、応援してる。じゃあうちは観戦側だからね。で、ちなみにティムは観戦です。逃げてる側も一応実況していきますんで。ジータありがとう、コインコインありがとう。トモカ入れた。あ、タカチュン来た、タカチュン来た。うん、オッケーオッケーオッケー、どこでもいいよ。うん、別に一人でもいいしね。一人でもいいよ。どちらでも。あれ、パイセンが消えたんだけど、パイセン。ありがとう、コインありがとう。助かるね。ありがとうございます。これ PUBG。ミルココアちゃんも入れんじゃない？うん、いいよ。一回目見ててもいいし。一回とりあえずこのタカタカが書いてくれてるのを、ね、見てもらえれば。やらない人は見てて、やらない人は観戦側で見ててください。あ、待って、そうだ、忘れてた。ちょっと待ってよ、設定しないと。自動取得無効で、武器がゼロ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 。ハンドガン、ハンドガン、これハンドガンなの？上がハンドガン、違うか。1、2、3、これだよ。ちょっとね、これをやるの忘れてた。で、マガジン、グリップ、スコープ、マズルで、治療キットゼロ、ガソリンゼロ、バックパックもゼロゼロゼロで、弾薬は3セーブ。 OK、 できたできた。開くとこわからん。クラッシス普通のマップ選択で、 KRJP のサーバーに、右らへんの自分のアイコンのところに、最初画面どこ押せば、最初の画面は最初の画面どこだったっけ。最初は画面は左上の画面だね。で、左上のスタートボタンの下やって。ありがとう、みんな教えてくれて。まだ残ってるかな。あ、トモカ行った。
あともか2回目から入るっつうか。次行く。オッケー。ごめんね。ちょっと入れちゃいそうになるから。ボイチャオフでもいいよ。オフにしときたい人は一人のとこでいいんじゃない？一人のルームに入ればいいんじゃない？マップは設定しなくていい。ルーム番号って言ってルームのちっちゃいマークない？左側に。左側にちっちゃい家のマークないかな。初見さんいらっしゃい。ルールはね、ルール説明はコメ欄にも書いてあるんだけど、逃げる側は鬼以外の逃げる側は、とりあえず裸、とりあえず裸す。ないない。ちょ、1回説明してあげたいけど、2回戦目からでもいい？ふなし、うん、開始何分から伝えた方がいい。開始もう集まってるから、どうしよっかな。友達フレンドになってればいけたんやけどな。そう、ボイチャは同じチームの人としかできないから適当に入れとこう。別に散らばってくれても大丈夫。まだまだ入れるけど、誰かやりたい人はルーム番号入って。どうやって裸になるの？左下に自分の荷物バッグみたいなマークが出てくるから、バッグのマークを押してもらって、で右側にね、まあ服脱ぐのも説明したいけど、右側に人のマークがあるから、それを押してもらって、あの武器を捨てるみたいな感じでスライドしてもらえれば、右に脱げる、全裸になれる。OK かな。とりあえず一回やってみます。とりあえずじゃあ一回練習でやってみます。今何時か分かんないけど、今何時だ。そう、服は全部衣装脱いでください。うん、ああ全然いいよ、プーさんありがとう。脱げない。脱ぐのはフィールド入ってからでも大丈夫。思いのほか参加2回目からが多いかな。充電するわみたいな感じの人も多いから、うん、そうだね、鬼減らしてもいいかもしれないね。たかたか、じゃあ逃げる側になってあげて。あれ、間違えて消えてない、みんな。おい、どこ飛んだ。ソロに変更しよう。了解。じゃあソロに、ちょっと待ってて。あ、じゃあもう一回やるわ。もう一回やる、見てて。ふなし見てて。いくよ。スタートボタンの左下に KRJP マップがあります。こちらでルーム、左側にルームっていうところがあるから、そこを押してもらって、ルームナンバーを入力、ここですね。こちらにルーム番号を打ってもらって、そうするとパスワードが出てくるんで、それで OK っすか。じゃあちょっと立ち上げますよ、もう一回。ソロのマスター感染可能さの句で、感染に私が入りの、ティッシュ。ルーム番号変わるからね。うん、で、ルーム番号が、待ってよ。聞いててね、もう入れるからね。JP
KRJP の、番号684-7092。で、パスワード。パスワード。1210。ほい。じゃあ、こちらになりましたね。こちら。こちらです。で、鬼以外は、あれだよ。一応全員呼ぶけど。ほいほいほい。入れるかな？ほい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 。ほいほい。ほい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 。まあ、もう服脱げない人は、慣れない。服。裸になりたい場合どう説明すればいいんだろうな。多分マップに入ってからの方が説明しやすいと思う。うちちょ観戦でじゃあ見てあげるよ。ミキちゃんの。ミキちゃんまず入れてなくない？そう、今日はゲーム。うん。でいいかな。で、設定で。自動取得無効で多分入れた。 OK、 今入れてる。了解、 Thank you。 ちょっとこっちの設定があるから待っててね。ちょっとこれは3。鬼以外は拾わないでね。あくまでも鬼ごっこなんで、あの逃げるだけでお願いします。カズちゃんいらっしゃい。今誘うね。ちょっと待ってね。オッケーオッケー。誘うかルームから入ってきてくれれば。今、シオピーが書いてくれてるね。オッケーオッケー。全然いいよ。これでセーブ。オッケー。ミキちゃんまだ入れてなくない？あ、入れた入れた。オッケーオッケー。あ、名前で検索しないで。もうルーム1回切らなきゃいけなくなるから、ルーム番号から入ってきてもらっていい？また立ち上げ直さなきゃいけないから。友達だったらね、こうやって入れれるんだけど。ここからビビちゃん、たけちゃんいらっしゃい。完全ティモは感染側っすね。いけます？ビビちゃん入れるか。お、入ってくれた、ナナちゃん。入れてるかな？昼間に聞いた音楽、こちらの メロディーですか。これぐらいでいいかな？ちなみに一回もう一回ルール説明しますね。鬼は服着てます。鬼は洋服着てるんで、ジョーカーくん一人だね。あ、オッケーオッケーオッケー。で、鬼はジョーカーくん一人で、で、20分スタートくらいできる？あ、そうだね、それぐらいに。もう行こうかなと思ってる。なんならもう行きます、もう行きますんで。で、逃げる側はもう素っ裸で何も拾わずに、アイテムを拾わずに逃げてください。とりあえず逃げてください。で、アンチ収縮って言って、どんどんこうエリアが狭くなってくるんで、そちらも気をつけてね。そちらも気をつけて逃げまとってください。で、残り、2人になった時点でその人が勝ちです。で、その人ね、よかったらコメント欄でコメントしてね。服の脱ぎ方は、バッグがあるんだけど、まあ、このスタートに入った時に教えるよ。
スタートね、入った時に教えます。うん、多分この画面からだと操作できないと思うんで。 OK、 ビビちゃん入れるよ。押したかな。これも入れよう。あ、そう、殴り合って殺さないでね。ただ本当逃げるだけのゲームだから。乗り物はないかもしれない。どうだろう、乗り物うちオフしちゃったかな。乗り物もしかしたら落ちてないかもしれない。うん、乗り物なしだって。乗り物なし。ん、今のこれって俺のことですか。どれかわかんないうん、なんでとりあえず行こっかな。服の説明は一回するわ。うん、そうそう、あーやべ、間違えた、押しちゃった。うん、降りるとこ適当でいい。降りるところは自分で決めてください。で、裸の人は仲間なんでやり合わないでね。うん、武器拾わなくていい。どれ、カズくん、どれ入ってる。もう行くよ。うん、ティモキルできない。ティモ感染側なんで。じゃあみんながどのような動きをするか、じゃあちょっと見ていきたいと思います。殴り合わないでね、死んじゃうんで。あの、回復もないんで。いや違う、カズくん、え、じゃあルームから入って、ルームから入って、ルームから。 KRJP サーバーの、ルーム番号が6847092で、ルームパスワードが101210。今これこうちゃんが書いてくれるやつ。まあ服できんかったら、まあ別にいいんじゃない。ジョーカー君鬼一人やし、打ち合う必要もないから。うん、わからんかったら別にいいよ、もう着とっていいよなんなら裸の方が、まあ、な、意識は持てるよね。フィールド内で裸になってたら方が。カズくん、わかる、これで来れる。それともこれで追加できんの。違う、できないっぽい。で、来れるかな。じゃあ、あとカズくん待ちでもうスタートしたいと思います。で、ちなみに、あ、こうちゃんの間違ってるって、タカタカので入ってください。うん、フレンドじゃないとね、とティモから招待できないんで下着黒くなってるから少し恥ずかしいとか言ってティモは感染しかしないんで。いいっすか、カズくん、わかるかな。それだったら2戦目から、うん、倒されたら終わり。倒されたら感染でティモの方戻ってきてくれればみんなの感染できるんで。いけます。じゃあとりあえずこれでやってみましょうかね。うん、2戦目から行こう。そうしましょう。じゃあ行くよ。じゃあとりあえずスタートしちゃいますね。レッツラゴー。さて、楽しみですね。実況していきましょう。さて、鬼は、ちょっと待って、いっぱいいる。スターティンって言わないと。スターティン。服はね、このように脱いでもらって、タカタカ今脱いでくれたんやけど、左の方に荷物のバックマークがあるから、そこを押して、もらって、で、こっちのね、右側に人の顔のマークがあると思うんだけど、それを押してもらえれば、脱げる。これ携帯版。ミキちゃん頑張れるかな？服脱げるかな？これちなみにジョーカーくんだけが服着てますね、これ。スターティン、何それ。あ、いいねいいね、みんな全裸になってるじゃん。ち
ょっとみきちゃんカメラにしよう。みきちゃんがちょっとあれだね、服が着てるね。まあ難しいかも。まあ別にどちらでも。あとは多分大丈夫かな。スギちゃんカメラ、あ、見えない、今見えない。結構いっぱいいるな。ふんふんふん。まあ大丈夫っしょ。服着ててもジョーカーくんがとりあえずこの赤の服を着てるんで、全体マップで、おお、みんないい感じ散らばりましたね。あ、いいよいいよ、ふなしもいいよ。鬼が2人じゃないから全然まあいいでしょ。服は着ててもいいけど、あの持ち物ダメよ。さて、アンチで死なないようにね。あ、みんないい感じ散らばってますね。みんな見て見て見て、こんな風に見えるんだって。やばい、近いのがいるぞ。どこだ。全体にして誰かが近い。16竹さん、気をつけて。いるぞ。隠れてね。いや、いい感じ散らばってるね。いいよ、みんな。いいよ。とりあえず鬼の動きを見よう。あ、アンチ決まりましたね。割と真ん中。いいよ。今ちょっとハンドガン探してますね、鬼は。鬼はハンドガン探してました。あー、手に入れました、ハンドガンを。ハンドガンを手に入れました。で、これ撃つのも結構難しいんでね。いや、さ、誰が、お、危ない。一人近くにいるな。いや、二人ぐらいいるな。ほう。そう、みんなの位置はうちしか見えない。まあ、実況聞きながらやってる人は大体わかると思うけど。一人危ないっすね。ジョーカー君にもしかしたら召されるかも。みんなでもいい感じ散らばってますね。いいよ。ハンドガンの弾を詰め込んでいく。もうね、ジョーカー君はちなみにね、音を聞くのがね、得意なんですよ。足音を立てると多分その位置が分かっちゃうんで気をつけてください。大好きなロックスコをスルーしていく。ハンドガンにロックスコはつけられないからな。大好きなロクスコ見つけちゃったけど、電波悪くなったなぬ。まあ後で動画も残すからね。あ、でも位置バレてもね、逃げるの難しいから。イベント中です。あ、ちなみに、これね、生き残った生存者の一人には iTunes カードをあげるんで、もし勝った人はね、DM ください。勝ちましたっつってね、ティモに DM ください。そしたら、iTunes カードを差し上げます。で、ね、今から一応参戦やるから、3回戦までやります。使用済みの暗中カードは送らないでしょ。ね、ピンピンシャキシャキのやつよ。まあガチャ1回回せたりとかね、好きな配信者にワンチャンお茶箱を1個投げれるぐらいの分は用意しときましょう。ほら、遊んでますよ、なんか上司。さて、ちょっとこの子が心配だな、大丈夫か。あ、いい、めちゃめちゃカモフラージュしてますね。いい、素晴らしい。いいよ、カモフラージュできてます。フレアガン見つけちゃったね。お、何かモール信号が、パピーがモール信号出てきました。あれ、なんかフィールドから消えたぞ、パピーが。どこ行った。で、みんなをちょっと、モール信号出てな、消えたぞ、パピーが消えてったぞ。で、近くにいるのは、でもね、近くにの、あ、ミキちゃんも近いね。ちょっと、あ、いいですね、いい感じに逃げております。ミキちゃん近いよ、気をつけてね。近いよ。
で、え、パピお亡くなりになったの、これ赤くバーンってなったの召されたのかな。あー、死んだら赤くなるんだ、なるほど。お、そしてちょっとジョーカーくんがどん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 近づいてきてますね、何かに。まずい、まずい。気をつけろ、逃げろ逃げろ逃げろ、タケさん逃げろ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 、ダッシュ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 。一人目の獲物が、一人目の獲物が召された。さすが、よくわかったな、よくわかったな。ちなみに目に6スコついてる波にね、あの目がいいんで、あ、結構いい感じに、あっちゃんがいい感じに隠れてるんではないか。あー、素晴らしい、素晴らしいです。早々にやられたんだけど、いやでもいいところ隠れてたよ。いいね、素晴らしいです、素晴らしい。で、近くにいるのはジョーカーくんが。鬼殴っちゃダメだよ。鬼はこの数減らさなくちゃいけないから。うん。で、近くにいるのは次は。はいはいはい。みんなアンチ気をつけてね。アンチ気をつけてね。タカチュもちょっと見て。ハンドガン以外でもこう、そう、探すのも大変だけど、アンチ縮まってくるんで。殺す方も大変なんだよね、鬼側も。うん、あ、いいねいいね、位置を変えてますね。あ、まずい、まずいぞ。そう、鬼殴ったらこの数減らせないからね。 iTunes カードがあれ、上げれなくなっちゃう。いや、ドベはミスったパピちゃんだね。パピ子どっかに落ちてったらしい。ハンドガンのみじゃないよ、逃げる方は裸だよ。裸で、鬼はハンドガンしか持ってないよ。自殺しちゃった。どこに落ちたの。あ、やばい。いいよいいよ、ゆくん入って。やばい、近いぞ近いぞ。誰だ、気をつけろ、あちゃん気をつけろ。来たぞ。鬼は殴っちゃダメだよ。鬼はフィールド内に人数をかき消さなきゃいけないから、うん、鬼はハンドガンと殴りは OK かな。とりあえず召さなきゃいけないんで。あ、アンチ気をつけてね。アンチ大丈夫か、みんな。アンチ気をつけて。なっちゃんが心配だな。なっちゃんのカメラ見に行こう。大丈夫。アンチ狭まってきてるよ。気をつけて。Wi-Fi 環境が良くないのかな、みちょん。気をつけて。わ、ちょっとジョーカー君近いな、誰かと。誰と近いの？これは、うん、鬼がアンチで死んだらもうアウトだね。そういうミスはしない人を鬼にしてるんで大丈夫です。PS4 じゃなくて、これはね、誰でもできるモバイル。ジョーカー君ハンドガンのみがいいって。拳嫌だって、拳。拳で召されるの嫌だみたい。まあ、とりあえずハンドガンで行ってもらいましょう。近いな、ドキドキですな。あー、逃げろ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 。
逃げろ。うまい、うまい、うまいぞ。ただ鬼聞こえてないからね、ボイちゃん。ハンドガンでなるべく倒してください。ハンドガンで、ハンドガンで行っちゃって。素晴らしい。あ、聞こえてないからね、ダメダメだ、ね。逃げれたか？あれどうなった今。ちょっとコメント見ちゃってる。あ、遅れるわ。え、ハンドガン倒してた。マジか。よろしく。あっくん、でもいい感じだったね。うん。アンチで死んでない？大丈夫？みんな、アンチで召されてない？残り1、1、2。逃げるのもうまいよね。17人ね、生きてるね。城郭死なないようにね、うっかり。足もヨレヨレになってるけど。あ、どんどん狭まってきました。もうこれはね、え、死んだ？なっちゃん死んだ？ちょっとアンチがね、気をつけて。アンチ、ちょ、ビビ君の動きを見てみましょう。あ、いいですね、いいですね、堂々としております。アンチで何人か召されてったな。気をつけて。レイジーが心配だな。大丈夫か。頑張れ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 。ん？近いな。誰だ。お、危ない危ない。あ、仲間を見つけ合った。サスケがスギちゃんと仲間を見つけ合ってしまった。あ、この感じですね、この感じですね。仲間裸同士だとね、こういう感じで出会えるんで。だがそこはまあジョーカーくんの素だぞ。ジョーカーくんの素だぞ。気をつけろ。気をつけろ。やばい、どうなる。見つけ合った2人をちょっと倒してしまうか。これは大丈夫か。鬼も近づいてきた。弾はあるか。ハンドガンだと弾もね、持てる数があれだから。そう、裸同士だと仲間ってね、意識ができるから楽だよね。中にはちょっと服、脱げなくて着ちゃってる人もいるから、この赤い服見つけたら気をつけて。お、どんどん。お、サスケくんとスギちゃんが手を取り合って逃げてるか、もしかして。仲間同士で逃げてるか。スギちゃんカメラ。あ、いいね、いいね、いいね。まあ、初心者全然入れるようにしてるからね。うん。うん、参加してみ？アンチで死ぬのが一番ね、苦しいと思うから、回復ないんで。ほうほうほう。ほうほう。あ、どんどん固まってきましたよ。カオスな感じですね。そう、リュックから脱げばいい。リュックからの多分ね、捨て方が分かんないんだと思う。何回か教えたんだけど。あ、車ダメ、車ダメだよ。ふなっしー、ふなっしーはどれだ。どれがふなっしーだ。名前はこれか。違うね。あ、いい感じ隠れてますね。ふなっしーの名前がどれかわからん。これか。これだな。服脱げてないから。
脱げないかな、バッグのポーチ押せないかな。まあいっか、まあ多分ジョーカー君ならこれも召してくれるでしょう。あとはアンチ内にいてくれれば。縮まってきたよ、大丈夫かな。あ、ティモがねちょっと教えてあげたいんだけど、感染側なんでどうもできないよ。戦場でも脱げるんだけど、教えたんだけど、ね、さっきの2人は生き延びれましたね。サスケちゃんとあっちゃんかな。脱げた、ナイス、素晴らしい素晴らしい、その方法で。そうそうそう、逃げる方はビビるよね。いや面白いねこれ。近い近い、みんなが近くなってきた、やば。あー召された、足音もしてないのに。その距離をわかるか。頑張れミキちゃん、逃げろ逃げろ逃げろ。どうなってる、大丈夫か。スードちゃんいらっしゃい、こんばんは。うまい、あの距離を見える、裸眼でスコープもついてないのに。さすがっす、撃つの早いとか言って。いやこれね、倒す方も大変だからな。わ、フィールドがだんだんちっちゃくなってきて、カオスになってきました。あと残り15人。シュウネコちゃんいらっしゃい。15人倒さなくちゃいけない。おお、スギちゃん気をつけろ気をつけろ。どんどん仲間たちが召された。さすがさすが、チンだ。あの距離で見えるんだ、すごいな。はい、どんどん固まってきました。まだ生き残ってるのはサスケくん、レイジー、クロウサギちゃん、タカタカ、あ、タカチュンも生きてますね。あとはオーガちゃん、ナナちゃん、チャチャちゃんか、チャチャちゃん、あとフナッシー、これなんていうの、ノメちゃん、プーさんも生きてるね、ジャスくんも生きてるね。さ、どこに隠れる、どこに隠れる。おおお、大賀くん頑張れ。チンだ、さすがでござる。この数を弾あるか、でも弾あるか、召せるのか。残り13人、フィールド内が熱くなってきました。残り13人を倒さなくちゃいけない。鬼も必死です。途中ね、サスケくんと出会ってたよ、スギちゃん。見てた。レイトくんいらっしゃい。お久しぶり。裸同士だと仲間分かりやすいでしょ。助け合ってね、裸同士は。おわ、近いぞ、近いぞ。近いぞ。どんどん狭まってくる。お、待って、あそこ仲良くしてるな、レイジーと誰かが。お、誰かを見つけたようだ。獲物を見つけたジョーカーくん。どうする、足音立てないか、それとも逃げるか。スクモッチャありがとう、お茶てんてん助かる。フラッシー、さらばじゃ。に逃げてもいいからね、別に。わっ、まずいまずい、シオピーが狙われている。この距離をハンドガンで。おー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 おおおお、獲物が逃げる逃げる逃げる。弾を無駄にできない。うまいうまい。テイチいらっしゃい、ヤホヤホ。これめっちゃおもろいよね。見てる方も面白いよ。あー、シオピー召された。はい、どんどんアンチが。その間にちょっとうまい具合に逃げてったね、ナナちゃんは。チャチャちゃんか、チャチャちゃんは。はい、いよいよ、参加次できるからね。ちょっと待ってて。
そう、ジョーカーくんのハンドガン練習枠。あ、どん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 固まってきてますね、これ。まずい。残り1人、誰が選ばれるか。お、タクちゃんだ。タクちゃん寝る。死んだクリームちゃんいらっしゃい。こんばんは。ハンドガンの方も弾がなくなってきますね。あ、ティモティモで検索しといて。ティモ、ティモティモ、カタカナでティモティモです。参加したい方はティモティモで検索しといてください。あ、自動習得ね、無効にしてある、フィールド内で。お、見つかっている。うん、カタカナでティモティモで。隊長にやられてしまい。ハンドガンでも残らないから素手でもいいんじゃないの。そう、鬼だけ武器持って追いかけるだけです。で、最後の一人の生き残った人が勝ちです。わあ、どんどん出てきた、どんどん出てきた。ジャースくん残り誰が逃げ切れるのか。今のフィールド9人ですね。うん、一緒になったのはサスケくん。チンだ、ビビちゃ、ビビちゃ、どうする、逃げ切るか。おおおお、誰かに罪をなすりつけるか。その間に罪をなすりつけるか。まずハンドガン弾がなくなるから素手も OK にした方がいい気がするな。うん、おもうモリモリしてきた、モリモリしてきた。カオスカオス、タカ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 逃げる。お、うまい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 ぞ。ティモは感染側だから、鬼も何もしてない、感染しかしてないですね。ただ iTunes カードをの生き残りの人にあげるだけっす。やべやべやべ、タカタカが意地でも意地でも生き残ると言わんばかりに逃げ回る。その間に周りは避難していく。やばい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 、うまい、タカタカうまい、うわ、召された。そしてビビちゃんが、これ誰だこれ。多分ハンドガンで行くとね、多分弾なくなっちゃうから、フィールド縮まってくると。うん、拳もありにした方がいいな。申請ありがとう。ビビちゃん、ビビちゃん、ビビちゃん、うまい、うまい。うわー、罪をなすりつけに行くか。まさかのレイジーが参戦している。レイジーが参戦している。タッチしてもつる、後でフレンドになるから、ティモティモで検索しといて、カーズくん。どうするどうする、 HP が弱っているビビ君を狙うか。おおっと、あ、召された、召された。カタカナティモティもね。さあ、どうなるこのフィールド内、誰が生き残る、誰が iTunes カードを手に入れるのか。逃げる方も追う方も難しいです。ああ、死んだ。いいよ、今サスケくん、タカくん、レイジーが生き残ってますね。これ誰が召される。誰が、ティモティモ、それそれです、カタカナにティモティモ。サスケくん、サスケくん、うわ、どうする、どうする、なすりつけに行く、なすりつけに行く。罪をなすりつけに行く。罪をなすりつけに行く。あ、言ってくれれば Google カードでもいいよ。うん、なすりつけたサクスケくんがターゲットになっている。死んだ。お、いいよ、プーさんとレイジ、残り2人、あ、3人、プーさん、タカチュン、レイジですね。レイジ頑張れ。おー、召された。あと2人のうち1人、どっちを狙うか、どっちを狙うか、タカくんが行くか、プーさんが来るか、どっちだ、どっちを狙う。あ、なんでもいいよ。うん、言ってくれれば。もうカオスだ、カオス。どっちが、どっちが iTunes カードを手に入れる。何、よ、ちょっと戦い、試合3戦ぐらいあるから、ちょっとそんなにお金あげれないから。
安い安いやつにしてね。選ぶ、どっちを選ぶ。いいよ、もう2人の HP はギリギリです。アンチで死なないように。ジョーカーくんはどちらを狙う。プーさんにあげるか、タカくんにあげるか。もう始まってる始まってる。もうお金は動いてます。さあどうする、どっち、どっちを。おっと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 っと、あ、生き残り、タカくん、タカくんです。おめでとう。じゃ、タカくんに拍手、タカくんに拍手です。おめでとう。 iTunes カードは君のものだ。うまい、なかなかうまい。ちょっとフレンド申請 OK にしとくな。ちょっと待ってよ。素晴らしい、よくぞ逃げ切った。でね、2回目からも参加したい方はね、じゃあちょっとみんな入れていきましょう。素晴らしい、タカくん超素晴らしい。惜しいね。そう、2回、最後2人のうち1人がプーさんだね。さ、行きますか。あ、またフレンド通知が来てくれた。ちょっと待ってよ。よーし、いや楽しいね。じゃあ行きますよ。もう一回ルーム作りますね。ルーム番号また違うくなるんで OK。 参加し、ティモティモで検索してもらえれば、うちが誘えることもできるから、ルーム番号なしで。ああ、そうしよっか。そうだね、鬼バック持ちにしよっか。つけてなかったもんね。じゃあルームもう一回作成します。先ほど同様。あ、待って、友達申請来てた、ごめんね。よいしょ。いや面白いな。でルーム作成、ルーム作成してからはもうルーム番号を打ってくれないとダメだから。でシングルで、サノックで感染 OK にして、あ、パスワード、パスワードは先ほどと一緒の1210。ティモの誕生日だね。ちょっとアピっとくから。感染にして、感染にじゃ、1にして感染をロックして。いや鬼も結構疲れるだろうな。ゲームルールは設定されてる。次人数が多ければタカタカにも鬼になってもらおうかなと思ってるんだけど、じゃあ適当に入れていくよ。ほい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 、頑張って生き残ってね。はいはい、入れるかな。鬼燃えてますとか。はい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 、はい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 、入れるかな。あ、ルーム番号書いてあげようか今のうちに。ちょっと待ってね。JP のルーム番号、ルーム番号が、アホリモートしたら今日徹底的に狙われた。いやめちゃめちゃ うまいんでね。あれ来ない、もう一回送るね。お茶100ありがとう。ルーム番号を書くね今から。
689、もし入れない人この番号で入ってきてね。689-6630、30のパスワードが、パスワードが1210、こちらです。こちらです。入れない人はこちらで入ってきてね。入れる人はこれ呼ぶけど、あ、いいねいいね、詰まってきましたね。どんどん詰まってきましたね。で、ルール説明はした方がいいかな、もう一回。ゆちゃん入れた？あ、レイドくんやろう。鬼増やすか。鬼じゃあタカタカにやってもらおう。タカタカにやってもらおうと、鬼。え、入れなかった？なんでだ？ゆくん友達になれた？うちと。待って、番号が違くない？あ、サーバーだ。あ、合わせなくてもいけるんだ。ゆいたそ？いないんだけど。フレンドにゆいたそがいないぞ。あ、サーバー KRJP にして。ゆくんさっきフレンドになったはずなんだけどな。ミキちゃん入ってる？ちょっと待ってよ。ミキちゃん入ってない。おい、カズくん、はい。で、あっちゃん。鬼2人だね、今回。とりあえず逃げればよき。とりあえず、服を脱いで。ゆくんが入ってこれてない。なんでだ？もう一回入れて、了解。ちょっと待って。630。KRJP サーバー、うん。KRJP サーバーのデュオに変えれる。どうやって変えるの？あ、入れた。オッケー。ナイス。真ん中の上。あ、これか。あ、やべ、間違えた。してくるから間違えちゃう。はい。こちらで。で、一人バラバラになってもいいよ。バラバラになってもいいけど、わかるかな、バラバラに。チーム組んでもいいし、バラバラになってもいいし、ボイチャしたい方は、来てない。で、どうすか。入れたかな。これどうすか。数入ってたよ。入れました。別にバラバラになっていいからね。一人ずつになった。バラバラになったかな。うん、カズくん、バラバラになって。うん、そうそうそう、バラバラに自分の、ん？消えちゃった？大丈夫か？大丈夫かな？あれ？出てっちゃった。鬼2人はチームの方がいいんじゃない？あ、忘れて、そうだね。設定変えよう。自動習得む。多分間違えたなと思う。バラバラにしたいけど、ルームを抜けるってなってるんだと思う。
ハンドガンだけ。ゼロ、スコープ3、マガジンマズル。んで、治療キット0、エナジー0、ガソリン0。バックパックだけ持っとこうか。これでいける。これ OK かな？大丈夫っすか？うん、裸になって、鬼以外は裸になってください。鬼以外は裸になってね。カズくん入れた？いや、違う。デュオで一人のところに行けるでしょ。違うよ。デュオでやらなくていいんだって。鬼はデュオだけど、みんな一人で一人のマップあるでしょ、これ。チーム。それに入ってくれればいいだけだから。わかるかな？空いてるところに入ってくれればいい。空いてるとここうやって。そう。入れば別にデュオじゃなくなるから。あ、いいね。な感じ？ゲンちゃん入ってるね。オッケー。あ、いいね。こういう感じですね。あとはいない？これでいいかな？参加人数30人で大丈夫っすか？いっちゃいますよ。お面とかも外しといた方がいいね。もしも鬼じゃない人に倒されたときは、いや、それはもうね、失格だね。失格っす。一人減っちゃった。どこ行った？また抜けた誰か。どれがどの人か分かんなくなっちゃってる。大丈夫？入れたかな？で、みんなバラバラに入ってる？あ、いけるね。じゃあ行くよ。とりあえずスタートします。スタートいきますよ。3、2、1、ほい！レッツゴー。あれ？プーさんはマップをダウンロードしてないので。あ、やべえ。マップ。プーさんマップダウンロードしてないんで、ごめん。うん。ね、サノックじゃなくてエランゲルに変えていい？あれ？どこ行った？またカズくんが抜けちゃう。うん、そう、自分じゃないプーさんだね。マップダウンロードわかるかな？それか。ちょっと待つ。うん。エランゲルト広いからそこはやりたくないんだけど、まあわからなかったら全然いいかな、みたいな。うん、そう、人多いしね、広くてもいいかなと思っちゃったから。全然入れるよ。いいよ、プーさん。あ、ダウンロードしてくれてるのかな？うん、結局最後アンチで死んじゃうから。車ダメだね。だから気をつけて。アンチでね、さっきもバサって召されてたから。いけるかな？誘っちゃおう。入れるかな。最終アンチめちゃめちゃ大変だよ。あ、そうだよ、後部座席とかに入るのもいいよ。あ、本当？じゃあいいか。じゃあどこだっけ、サノック。
あれ？なんかチームがめちゃめちゃなんかこうガチュってなっちゃったんだけど、みんなバラバラになって、なんかバラバラになってみんなバラついて、うん、全然隠れるのありだよ、隠れるのありだよ。運転しなきゃ OK、 みんなバラついて、ジョーカー君もバラついて、タカタカのとこ行って、なんか一瞬でパッてなんかなっちゃった。ジョーカー氏、サノックに変えました。で、うん、オッケーオッケー、あ、いけ、大丈夫大丈夫、いけた。屋根上だけ降りないでもらえれば助かりますって。入れるかな？ちょ、ごめん、誰が誰か分かんなくなっちゃった。この人たちは平気かな？じゃ、行っちゃって平気っすか？あ、ジャス君さ、うん、あ、ありがとう。Thank you。屋根上、ね、上でも、とりあえず落ちてこなきゃいけないからね。うん。え、隠れるのいいよ。定期？いや、隠れるのはいいよ、全然。うん。屋根上、ね。全員入れました？もう一回誘って。もうどれがね、誰かわからなくなっちゃってる。ピーちゃんいいよ。今はね、でもちょっと、あっち感染側に入っちゃってるんで、あの、PUBG 友達、フレンドになれないんだけど、ちょっとルーム番号を押してもらっていい？ここに入りたい方は、ルーム番号に入ってください。室内いいよ、全然。屋根上も全然いいんじゃない？いいって思うけど。うん。次回で大丈夫。そう。あとね、一戦あるから、一回これで締め切っていきたいと思います。大丈夫？逃げまとってくださいね。行きますよ。そう、アンチ来たらね、逃げなきゃいけない。それでもいいんじゃない？あと足骨折するしね、屋根上だったら。回復使えないんで。じゃあ締め切りますよ。いいですか？で、もし、あの、この間に参加したい方いたら、カタカナで、ティモ。ティモ。こちらでフレンド申請送っといてください。で、今のルーム番号はこちらですね。行きたい方は。プーさん、どうなったろう？これ大丈夫なのか？入れるかな？雨っぽよっちゃう。パパ。デイジー。入れた？とりあえず締め切っていくよ。いけるかな？友達同士だったら別にデュオでもいいんだけど、平気？あ、オッケーオッケー。ずらしていいからね。オッケー、いっぱいいるな。下にいっぱいいたわ。じゃあ行きますよ。スタートしますよ。じゃあ行きます。レッツスターティン。あれ？アメポヨちゃんがまたマップをしてないから、やっぱエランゲルにしよう。エランゲルにしますわ。エランゲルにします。あ、でも仲間内だったら別にデュオでもいい。喋りたくない人がいるから別に一人ずつでもいいよって言ったんだけど。アメポエちゃんいいよ。仲間同士だったら別にデュオしてもいいけど。うん。アメポエちゃん。入れるかな？あれ。
ピーちゃん入りたい。いいよ。今のうち入れるんじゃない？ピーちゃん。ルーム番号さっきから書いてくれるんだけど、友達同士のデュオは全然逃げる側でも OK だよ。ルーム番号が689-6630、 KRJP サーバーだね。でルームパスワードが1210です。お前らに iTunes カードは渡さねえとか。たかたかくんと、鬼は服を着てます。鬼は服を着ててハンドガン縛りです。大丈夫っすか？何時発？もう行くぜ。もう行くぜ。うん。もう行くぜ。大丈夫か？もし分からなかったら、ティモのコミュ欄見てきてね。iTunes いただく。うん。服はね、フィールドで脱いでください。全員裸っすね。脱げない人はもう仕方ない。うん。鬼がね、とりあえず連携取れればいいから。アメポヨちゃん入れなかった。で、最後の生き残り一人が iTunes カードを差し上げれますね。ごめん、はるちゃん、ごめん。誘ってたわ、今日イベント中だわ。やろうよ。入りましょう。いいよ。じゃあちょっと待って、はるくんだけちょっと入れて。ルームの入り方忘れた？ルームの入り方はスタートボタンの、あ、今いる、OK。スタートボタンの下に、なんだっけ、たかたかちょっと貼れる？定期貼れます？定期つうか。KRJP サーバーにしてもらって、あ、ここ、クラシックの普通のマップの画面で KRJP サーバーにしてもらって、家のマーク、左のマークにルームボタンっていうのがあるから、そこを押してもらって、そこまでいけるかな、ピーちゃん。で、はるくん、説明的には、これ、PUBG 鬼ごっこなんで、鬼しか、服着てないっす。ハンドガン縛り。鬼は二人います。タカタカとジョーカーくんだね。うん。で、あとはみんな裸になってもらって、マップを、逃げ回ってください。大丈夫ですか？入れるかな？あ、名前で検索されても、こっちフレンドになってないから、フレンドで検索するんだったら、ピーちゃん、次の線でもいいかな。名前の人はもう次ですね。ルームで入れるのであれば今入れるけど、そう、鬼だけに撃たれる。うん。名前はティモティモだね。じゃあ2回戦目から行ってもらおう。カタカナでティモティモです。うん。じゃあこれで行きますね。締め切りますよ。行きます。 OK、 了解。もう行きますよ。じゃあスタート、レッツスタート。さあ逃げ切ってください。で、服脱いでね。みんな服脱いでね。おー、なんか色がすげえ、なんか。みんな服脱いでね。あ、いいね、いいね。いいね、いいね。ジャス君カメラになって。みんな服脱いだかな。ハゲてる、ハゲてる。ハゲてる、ジャス君ハゲてる。ジミーちゃん服脱げるかな。マスクも、脱いでた方がね、ありがたいね。フィールドにいる仲間たちに。わかりやすいんで。で、これ、タカタカと、あ、誰が来てる？ちょっと待ってよ。タカタカ、服着てる人のちょっと感染してくんない？誰か、近くに行ってみて。これか。聞こえてないか。ちょ、誰が服着てるか、ちょっと見、みんなでも裸になってるか？大丈夫でしょ。
一人ずつ見てたら大変なことになる。一頭はやばいとか。さあ、じゃあ楽しく観戦していきましょう。あれ、全体マップ、あ、こちらか。あれ、あれ、どうやって見るんだこれ。あ、降りてないから全体マップで見れないのか。楽しみですね、第2回戦目。あ、そうなんだ、旦那がサーバー落ちちゃ、しちゃったの。なるほど、了解了解。2回目は入れるかな。どこ降りてもいいよ、アンチで縮まってくるんで、お好きに逃げてください。うわ、近いぞみんな。うわ、カオスだなこれ。カオスだな。アンチで死なないように気をつけてね。お、近づいてますね。みんなすんごい。いいよいいよ。おっと、何人か近くに降りているぞ。お友達はあれね、ティモティモで検索してる。なんか上角詰まってるけど上角大丈夫、バグってない、大丈夫大丈夫っすか。かすかに声が聞こえる、打ち合わせしてる。次参加できる、オッケー、了解よ。まこちゃんありがとう。近くには、あ、結構でも今回近くにいるな、割と。鬼の近くにいますよ。気をつけてください。結構サーバーが重くなるよね、これね。タカタカは赤い服着てるね。赤い服、鬼赤い服大体着てますね。鬼っぽい服に合わせてくれたんでしょうか。んーで、たかたかまずハンドガンを持たないといけない。ハンドガン、うん、赤目立つからいいね。あ、ハンドガンを最速で手に入れている。違うサーバー入ってた。あれ、ふなっしー友達、あのティモティモで検索して。わからない人は、ルームに入り方わからない人はもうティモティモで検索しといてください。カタカナでティモティモです。誰かを発見するか。ハンドガン結構持っとかないと多分ね、見つからないと思う。ん？誰か負傷してる人がいたぞ。もうすでに負傷してる人がいたぞ。あ、近くにはいないな。タカタカとジョーカーくんの近くには今みんな逃げ切ってますね、ちゃんと。ちゃんと逃げ切ってますね。んで？あ、いいね、いいね。いいね。ミキちゃんのほふく前進。いいですよ。ちゃんと裸です。まあ、頭は別にいいでしょ。うん。イビちゃんも。ああ、いいですね。いいですね。ちょっと浅黒いですね。カズくんは？カズくん、服脱げる？それ。服脱げるかな？ちょっとコメント送ろう。脱げるかな？脱ぎ方わかるかな？
リュックからゲル飲んで、脱げるか。服脱げない人もたまに、たまにね、服脱げない人もいるから、ちょっと服着てますね、一人だけ今。でもまあいいでしょ、鬼同士があれだから、脱げない人は脱げない。ジャスクも、あ、いいですね、いい位置に逃げてます。野菜族ちゃんも、あダメです、野菜族ちゃんダメです、ダメです、普通、こちらはダメです。 BG、次やるよ。です。よし。めちゃめちゃ着てるし、めちゃめちゃ棒、もう三ヘルメットなりなんなりを持ってる。ヘルメットなりなんなりを持ってる。気づいていない。これはやばい。これはまずい。コメントに気づいていない。PUBG やってる人はね、わかると思う。これはな、いや、まずい。これはまずいぞ。野菜族ちゃんだけが、ルールを分からずに入り込んでいる。俺に言ってみて、OK。定位置ちゃん。定位置。これ名前指定しないといけないのか。全員に送られてる感じなのかな。これちょっと、これはダメだ。これはダメだ。来てない。来てない。まずい。これは、これはまずい。ちょっと、一人だけちょっと、参戦外のあらゆるルールを。あ、海いいよ、海いいよ。これはまずいぞ。一人。これどうしようかな。これまずいですね。ちょ、一人あのベラ棒に打ち込む打ち込もうとしてる人がいますルール説明を聞いてないまま乗り込んできています。これやばい。これはまずいです。こんなの、これ見つかったら召されてしまう。バリバリに装備揃えてますこれじゃあ鬼もやられる。枠にいないフレンドさんかな。車で引けるかな。いやー、きつくないこれ。うん、10万課金した。まずい。スコープで見ているこれはちょルール説明外のものが入っている。これは厳しい。ハンドガンでこちらは戦おうとしているこれ説得しに行ったら多分死ぬんじゃない。普通にみんなもう近づいただけで死ぬでしょ。気をつけて、みんなちょっと場所を教えとけばいいか。2番さんはどこにいるかな。どの辺だこれ。2番は誰の近く。やばい、なっちゃんゆいたそう弾ける?弾けるかな、これ。マンション付近にいるね。うん、近い。割と近い。割と近いっす。これはルール説明外の人が乗りめり込んでいる。これはやばい。これは、
いや、タカタカとジョーカーくんにも多分うちらの声は聞こえてないはずだからね。鬼側は、鬼側はびっしりやってます。どうしようかな、これ。どうやって何すればいいんだろう、これ。弾けないっしょ。バチバチに装備だって、構えてるよ、これ。2ヘルと3ヘル、え ?2 ヘルと2ヘル。これはどこだろうな。あ、聞こえてないか、ちょっと伝えてきて、一人ちょっといるわ、つって。どこだ ?2 番。あ、ちょっとタカタカ、ちょっと、タクちゃんが伝えてくれ、ちょっとジョーカーくんに。タカタカ、ちょっと教えてもらって。ちょ、一人ね、2番さん、ここっすね。ここっす。カズプーちゃんいらっしゃい。こちらまずいっす。タクちゃんちょっとジョーカーくんに教えて。2番がちょっとねルール説明分かってなくてね殺しにかかってる。バチバチの装備で構えてます。こちらをちょっとどうにかしないと。そう、ルール無視なんで、ちょっとこれ、どうしましょう、これ。もう、完全に無視。ちょっと、車で逃走し始めました、次は。まずい。もう、鬼の目線なんて関係ない感じになってます、もう。どうしよう。名前は野菜族ちゃんだね。野菜族ちゃんも、ちょっとガチガチ。ガチガチに殺し、普通マックスになってますね、これ。戦う気マックスになってます。ずるすぎるっていうか、多分まず説明を聞けてなかったんだと思うな。OK。あ、ジョーカーくんに駆除命令出したんで大丈夫っす。そうそう、ちょっと気をつけて、ここには近づかないで。ここには近づかないでください。ジョーカーくんが今ちょっと飯に行くみたいなんで。ここには、このマップのこの辺には近づかないでください。どこだろうかわからないけど。やばい!待て!また逃走し始めている。また逃走し始めている。あ、ここなんだっけ?これなんて読むの?これ。安なやにいます。安なやからは離れてね。安なやからは離れてください。今ちょっとジョーカーくんとタカタカが飯去りに行くみたいなので、ちょっとそれを見に行きましょう。ジョーカーくん、タカタカ頑張って安なやに行ってくれ。もうこれはもう車でもいい。まずい。サスケくん、逃げてくれ。やられる。安なやにいます。もう、足音立てない方がいいかも。やばいかも。ジョーカーくん、倒せるように武器をちょっと揃えてますね。大変だ、サスケ大丈夫か?サスケ生き残るんだ。サスケ、大丈夫だ。危ねえ。気をつけてくれ。中にいるぞ。乗り物はダメだね、一応。主催者ダメなん。OK。こちらっす。サスケ、よくぞ生き延びた。こちらにいます。こちらにいます。あ、ダメ。いい。ジョーカーくんとタカタカに駆除は任せて。近づかないで。今映してます。バグとラグによるのはダメっすね。落下のダメージも、もうそれで OK にしとかないといけないんで。回復なしっす。どんどん逃げている。一人もいねえなと言いながら、みんな隠れてるんでね、なかなか見つけれないと思います。野菜族ちゃんも、これはまずいぞ。
わ、待て、40番が車に乗っている、危ないぞ。パパダメです、パパパパダメです、パパ車から降りるんだ、気をつけろ、ダメです、ダメです。お、タカタカと、タカタカとジョーカーくんが来ました。タカタカ、その車に乗ってるやつだ。わかるか。あ、ガチガチに装備固めていいよ。今ちょこれを駆除しないといけないんで。車なし。ちょ、今はちょっとね、ルール説明外の人がいたんで。ちょっと、頑張って。みんな気をつけろ。みんな気をつけろ。今ちょっと鬼が駆除しに行ってますね。みんなはアンチ内に気をつけて。違反を取り締まりに行ってるんだけど、なかなか難しいな、みんな。きつい。逃走している。野菜族ちゃんだね。逃走している。みんなは隠れてて。4戦目からはね、こういうルールにしてもいいんだけど、ちょっと3戦目はちょっと初心者の人とも遊びたいんで。いや、いい、パパいい。タカタカと城郭に任せて。気をつけて。今ここに向かっている。タカタカ城郭、頑張ってくれ。あ、城郭が近い。カズくん、気をつけて、カズちゃん。気をつけて。逃げて。逃走しまくってますね。なかなか殺せない。ナイス。あ、よし。これで、普通のルールに変わりましょう。さすがっす。で、今から多分ジョーカー君はハンドガンになるんで大丈夫っすよ。今フィールドが平和になりました。素晴らしい。で、ハンドガンとバックしか持ってないんで、タカタカもハンドガンとバックにしてね。オッケー、ナイス。じゃあみんなアンチ気をつけてね。アンチだけ気をつけてね。アンチで死なないように。さすがっす。アンチだけ気をつけてください。あ、裏でタカタカに言ってくれてありがとう。サンキューとも。車が見えて冷えてなったでしょうね。みんな裸だからね。あ、いいよいいよ、アンチ頑張ってね。アンチ気をつけてくださいね、アンチ。お、タカタカが見えている。ハンドガンで撃とうとしている。武藤さん気をつけろ。タカタカはハンドガンで。ジョーカー君のように遠いもの、獲物を召そうとしている。
見つかってしまったぞ。逃げ切れるか。この距離のハンドガンは結構きついぞ。距離はある。そこに鬼のジョーカー君も押し寄せてくる。挟み撃ちでやるというのか。見失うか。見失ってしまったようだ。ジョーカー氏もすかさず追う。おっと、そこの家には結構いるぞ。アンチ気をつけてね。ハンドガンの弾を蓄える。どうなるどうなる。近い近い、みんな近いぞ。みんな近いぞ。割とモリモリだぞこれ。倒せた倒せた、大丈夫だよ。お、タカタカが何かを倒そうとしてるか今。おっと、獲物を見つけたようだ。まだフィールドにはめちゃめちゃ生き残っているぞ。お、アンチギリギリ大丈夫かみんな。27人だから25人、25人生き残ってますね。バグとラグで無駄なダメージを食らってる。まだでも実際一人しか倒せてないかな。アンチは気をつけてね。あとマップエランゲルやっぱいいね。エランゲルの方が歩きだと。お、やばい。アニージャマルちゃんいらっしゃい、こんにちは。どうだ大丈夫か。お、ジョーカー君が獲物を見つけました。レイジー逃げる。頑張れレイジー。遠い。エイム力がいる戦いになってます。次はまた入る。 OK 了解よ。もうちょっとアンチで死ぬまで待つか。みんなが固まってきたよこれ見て。やばくない、やばくないっすか。鬼がアンチで死んだらちょっとシャレにならんから、ちょっとタカタカもちゃんと言ってね。ラグとバグは助けれないからな。その人のネット環境とかにもよるから。おお、近い近い。あー、のめちゃん逃げろ。足ー、ハンドガンで召されてしまった。どんどん狭くなってきました。カオスカオスです。あ、リオンちゃんも入れるよ。鬼ごっこ。鬼ごっこ入れますよ。うん。PUBG 鬼ごっこをしてますね、今。鬼は2人ともハンドガン縛りで、リスナーさんたちは、裸で逃げるだけ。逃げるか隠れる。で、アンチに潰されないように気をつけて。うん。お茶店ってありがとう。もし、ルーム入り方わからない人はティモティモで検索してください。レイジ。この距離でハンドガンで召されるか。頑張れレイジ。頑張れレイジ。お。レイジはまた人になすりつけに行くか。頑張れ。一度見つかったら死んでしまうぞ。召されたレイジー。アンチ気をつけてください。アンチ気をつけてくださいよ。タカタカカメラ。タカタカカメラにはまだ見つかっていない。みんないい感じに逃げてますね。
誰か見つけれるか。お、カズくん、カズくん召された。タカタカに召されてしまった。アンチ、アンチ気をつけて。鬼、鬼もアンチ気をつけて。危ない。いや、めちゃめちゃ危なかったね。ちょっとここはマップが広すぎるんで、アンチの中にいち早く入れるかっていうのがカオス。でもまだ20に生き残ってるね。素晴らしい、素晴らしい。20に生き残ってます。さあ、誰が iTunes カードを手に入れるのか。ん、見つけたか、見つけたか。タカタカ、タケさんを見つけてしまったか。とりあえずアンチに入るか。車にひかれそうだった。そう、一人ちょっとね、ルール違反がいたんで、ちょっと召し去ってもらいましたね。お、ここからはみんな逃げている。うまい、うまい、いいよいいよ。ルール違反はちょっと一人だけ、ちょっと名前は伏せときましょう。まあ一応もう倒せたんで。いいですね、素晴らしい。もうフィールドにはモリモリ。ゲンちゃんが見つかってしまった。タカタカに見つかってしまった。お、なかなかうまいんじゃないか、エイム力。ゲンちゃん頑張れ、ゲンちゃん頑張れ。お、うまい、うまい。おー、なっちゃん、なっちゃん惜しい。お、見つかってしまった。誰だ。惜しい、頑張れ。お、早い、逃げるのうまい。 X ちゃんがどんどんフィールドが狭くなってきました。ゆいたそ。オッケー、近いぞ。お、ちょっと名前が読めなかったな今。いいよいいよ。裸だから仲間かと思った。え、裸仲間だよ。裸は仲間っすよ。鬼はね、ルールの説明がちょっとね、ちゃんとできてないから、今日はできないね。見つけて、サスケ、サスケ、うまい、逃げるのうまい。タカタカが苦戦している。あー、やってしまった。誰が残ってる今。あ、結構残ってるな、まだ。次にあっちゃんがやられてしまった。どんどん数が少なくなっていきます。見つかった。パパやられた。タケさんやられた。逃げる、逃走は逃げるの何回参戦してもいいの。いいよ。どんどん減ってきたぞ。誰が生き残っている。お、パピコット赤チューンチーム、テイチマル、撲殺天使ハル、シオピー、白ウサギちゃん、ジャスくん、生き残ってますね。お、お、惜しい。パピバレた。パピがバレてしまった。さ、どん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 少なくなってくる。
レックスくんはやめよう。いや、名前がわからんかった。あ、そうなの。レイトくん、名前、レックスくんだった。わっ、タカタカが発見したよ。ウサちゃんを。うまい。うまい。お、惜しい。ジョーカーくんに召されてしまった。え、またタカチュン生き残れるんじゃない？おー、テイチマルテイチマル、これは iTunes カードが、どこだ、誰だ、誰の手に。あと一回鬼ごっこだね。タカタカさんから木で一回逃げ切れたのに。お、どうなってる、どうなってる、誰が生き残る。あと4人、誰が生き残ってる。ジャス君とシオピー、ジャス君とシオピー、どっちが生き残る、どっちが iTunes カードを手に入れるか、どっちを先にやる。頑張れ。みんな、え、アンチで死んだ。ナイス、ジャス君の勝利です。素晴らしい、ジャス君にiTunes カードあ、なるほど。だから倒さなかったのか。シオピ惜しい。地味な終わり方だったね。素晴らしい。シオピ惜しかったね。素晴らしい。二人きつかった？でもね、鬼側も結構難しいんよ。うん。素晴らしい。まあ、このようにね、あーくんありがとう、お茶100ありがとうございます。イエーイ、めっちゃドキドキしたジャスくん後で DM ちょうだいね、 DM ちょうだいね。タカさんとジャスくんはちょっとね、 iTunes カードを差し上げるので。逃げた先に鬼がいた。あ、フレンドリクエストありがとう、今入れときますね。素晴らしい。あれ、ピーちゃんから来ないな。いや、リスナーさんじゃないね。ふなっしありがとう。じゃあもう一回ラストっす。これラストね。これ鬼ごっこラストっすよ。いきますよ。で、やっぱサノックにしよう。サノックにして、ジミーちゃんに似てる。ちょっと待って、ジミーちゃん、ちょっと待って。今入れるんで。ルーム作らないと。で、デュオ。鬼ごっこ終わった後は、一回みんなで、一人一人で戦いに行く。アンチ重視で、横にいた人も素通り何人かした。ほんと？鬼ごっこ行きますよ。パスワードはまた1210。いいよ、参加していいよ。ちょっと待ってね。今できてた？あ、違う。できてた。ちょっと待ってね、これね、よし、OK かな。で、普通にデュオだね。鬼同士、デュオじゃないと打ち合っちゃったりとかしちゃうから、なのでチームに入ったら一人バラバラのとこ入ってね。別に
チーム一緒でも良ければ別にいいけど、佐野くんになってますね。いきますよ。まあ、死んだら感染できるからね。死んだら感染できるんで、ルーム番号いきます。KRJP の、ルーム番号、ルーム番号のアップでしたら分かんなくなったからティモ誘って OK。 あ、マップアップデートしといてね。サノック6970 6970 OK 6970 654 654のパスワード、パスワードは1210、こちらっすね。もしルームに入り方わからない方はこちらの番号で入ってきてください。じゃあ押していくね。フレンドの人は入れるんで。これラストだからね、適当に押してってるよ今。チーム組みたくない人はバラバラにしてもいいからね。入れるかな。入れるか。あ、サーバー合わなくても入れるって。不参加の人はちょっとゲーム切っといてね。ゲーム切っといてください。これラストになりますんで、ここ押しちゃうから。 OK。ルールが全くわからん。ルール説明は、鬼が服着てます、とりあえず。洋服着てるのは鬼です。で、鬼はハンドガン縛り、タカタカとジョーカーくん、二人います。で、参加側の、参加側の、リスナーさんたちは、でよ。参加側のリスナーさんたちは、逃げるだけなんで、裸で逃げてください。裸で逃げてください。裸です。あと回復なし、乗り物なし、回復なし、乗り物なし。おい、入れてるよ。何も拾わずにひたすら逃げるか隠れるってことです。服も脱いでね、ちなみに。服も脱いでください。ミキちゃん入れるかな？ミキちゃん通知いってる？ミキちゃん入れるかしら。ちょっと待ってよ。そう、ルール外した人はもう除去されちゃうんで、待ってよ、設定しないと。自動習得無効、回復もダメだからね。で、ゼロにして、ゼロにして、ゼロにして、まあ拾えなくしとくから、とりあえず拾えないようにしとくんで。うん、走るか隠れるか、鬼ごっこなんでね。あ、じゃあこれはいるんか。で、治療パックもゼロ、ガソリンもゼロ、バックパックだけさ、ベストゼロ、ヘルメットゼロ、弾薬3。 OK。はやめてね。オッケー、あれがレイトくんね。うん、参加したルームは解除されてるってなる。
なる？トモカも入れる？タクちゃんももう一回行っとこ。タクちゃんも行っとこ。サプレッサー？え、わがまま言えばサプレッサーつけられると銃音でわからないから怖い。野菜族さん入ってきちゃった。ちょっと待って、ミス。いや、入ってないと思う。いないいないいない、大丈夫大丈夫。いないよね。うん、大丈夫。このゲームラストだからね。サバ落とされた、オッケー。誘って、了解。あ、いたいた。ゆきちゃんおつちもいらっしゃい。これ大丈夫かな。一回戦目が悔しくてしょうがない。ちかちゃんいらっしゃい。お、ちかちゃん入る。 PUBG 鬼ごっこやってるけど入ります。またがっちり装備はちょっと受けたけど。ともかがまた消えた。ともか消えた。いや、ちゃんと入ってると思うよ。ともか、トモカ全然入ってるよ。いや、大丈夫かな。ちょっと時間が長くなりすぎてみんな消えちゃってる人もいるけど、 OK か。入れましたかね。そう、鬼ごっこ。鬼ごっこはね、フィールドを PUBG で借りてるだけなんで。あ、こちら今シオピーが書いてくれたね。ルール説明、ルームのルール説明こちらになります。このルームに入ってくれれば、鬼以外は逃げるだけなんで、ルールは簡単だと思います。回復なし、乗り物なし。武蔵やる？ドラちゃんいらっしゃい。そう、鬼以外全員で走って逃げるのみです。で、最後一人、生存者一人には iTunes カードをプレゼントします。これラストゲームなんで、よかったら入れれる方は入ってください。あー、これもう、これで終わりだね。え、いいよいいよ、あずさちゃん。入って入って。うん。入って入って。いいですよ。鬼ごっこやりましょう。ルーム番号はこちらですね。697の。鬼がティモの配信見たらやばくない？あ、鬼はね、もう決めてるんで大丈夫っす。二人ともうちの配信見てないっす。鬼はちゃんとルール説明してるんで大丈夫です。これルーム番号入れるかな。そうそうそう、ルーム番号とパスワード入れれば大丈夫。そう、配信も音もつけてない。タカタカくんとジョーカーくんにね、一応鬼入れてます。確かに鬼一人でもいいんじゃない。鬼一人でも良さそうだな。こうしよう。うん、鬼二人きついね。鬼一人にしよう。じゃあジョーカーくんだけ鬼。うん。でタカタカは、じゃあ今からちょっと羅族になってくれ。羅族になってくれ。あれ、トモカが消えてった。大丈夫かな。で、あずさちゃんの息子さんって名前なんていうの。入れてるかな。うん、武器は持たない、何も持たない。逃げる側はアンチに殺されないように、アンチと鬼から逃げれない、あの逃げるだけ。うん、武器ダメだね。武器と服もダメです。
裸で逃げてください。鬼はスコープつけてない。あ、つけてるね。鬼はつけてる。うん、スコープだけついてるから。あ、オッケー。ライトくん、ライトくん入ってこれたかな。ルームに入ってこれそうかな。テイチマル、トモカ、そう、スタートは武器なし、そう、武器なしを裸に逃げるゲーム。初心者さんでも大丈夫してるんで、殴り殺しちゃダメ、殴り殺しちゃダメっす。鬼が死んでしまったらルールにならないからね。うん、殴り殺しみたいな感じ。あ、どっからルームに入るか迷ってる。ルームはスタートボタンの下に、スタートボタンの下に、スタートボタンの下にルームっていうとこがあるのかな、確か。ちょっとだからルーム説明書いてあげて。なんでトモカそんな落ちるん。あ、オッケー。これタカタカが書いてくれたやつ、あずさちゃん見せてあげて。トモカいつもやんっつってるよそんなサーバー重いの。イオマルちゃん、タカタカが書いてくれてるやつだね。スタートボタンの下にクラシックの普通のマップの KRJP に選択してもらって、左下のマークにルームボタンっていうのがあるので、そちらに番号を押してもらうとパスワードが出てくるので、そこに1210押してください。電波が悪いの。悪すぎだろ電波電波悪すぎじゃろ。とりあえず入れたら入れたって言ってね。友果がいる状態でとりあえずレッツゴーするから。うん、とりあえず逃げればいいよ。 とりあえず逃げれば大丈夫です。 OK、 入って。チカちゃんは名前チカちゃんで入れる。入ります。入ったら言ってね。じゃあチカちゃんとライトくん待ちで、でパスワードが1210、パスワード1210す。とりあえず逃げ切ってくださいね。鬼は今回一人です。ちーちゃん8、 OK。 入れたかな。武器なしね。まあ、鬼以外は裸なんで何も難しいことないです。とりあえず降りてくれて入れました。オッケー、ナイス。息子ちゃん入れた、ナイス。あ、ちかちゃんも入れた、オッケー。よし、じゃあともかがいる状態で行きますよ。じゃあ行きますよ。3、2、1、スターティング、レッツゴー。おー、マップ。あ、ごめん、一回マップ、ライトくんさ、マップサノックだけあれしてきてもらっていいかな。あずさちゃんごめん、サノックだけ、サノックだけマップを取り入れてもらっていいですか。ダウンロードの仕方わかるかな。うん、多分ね、息子さんに言えばわかると思う。サノックっていう草がねもりもり生えているとこのマップをダウンロードしといてください。で、また同じ方法でサノックね、サノック。またトモカが消える。
でダウンロードしてさっきと同じ方法で入ってもらえればスタートします。最後俺まで日付変わっちゃうとかやばい、今日焼肉食いに行かなきゃ。ともかちょっと待って、ライトくんが入ってから誘うわ。うぜえとか言って、もうね、もう一回誘ってあげよう。はい、あ、電波のいいとこ行けよ。そうだよ、多分マップの中でも死んじゃいよ。いよいよ全然、うん、で最後生き残った人があれ iTunes カードを手に入れれるんで、それ DM ください。 DM くれないと送れないからね、写真。わしの部屋の中では電波一番いいよ。ほんまか。あ、じゃあリビング行けとか言ってマップダウンロードしたらじゃあ行きますね。リビングおじさんおるとか言っておじさんも倒そう倒そうとか、うん、パチュル部屋いっぱいあるんだ、部屋いっぱいあるとこ行き、多分あれフィールド内で絶対死ぬでしょタバコなくなってもうたとか。そやもうおじさんも PUBG 誘えばええや。ちなみにマップのダウンロードサノックだけでいいよ。コメントなんかしてっから切れるんじゃ。まだ 30% になってない。オッケーオッケー。待ちましょう、これラストなんで、せっかくなんで、うん、のんびりやろう。おじさん PUBG したらわしのルールフル無視して、あ、全然いいよ、うん、せっかくなんで。ジョーカ君、あずさちゃんの息子さんが入ってくれるらしいんで、ちょっと手加減してね手加減してねとか。あとは大丈夫？こっちにいる人は大丈夫かな？入らなくて平気ですか？ Wi-Fi とかね、やっぱ環境がないとちょっと重いと思うから。だから11歳の息子が入ってくるから、iTunes カードをこの子にあげたい。頑張って生きてね。頑張って生きてね。多分無差別多分分からんから。ジョーカ君誰が誰か分かってないから、うん、娘と同じ年？え？テイチ、あ、妹？妹か、うん、名前見えないからきちいよね。息子さん靴だけ履いときだね。多分見つけたら無差別で殺していくんで、うん。ヘルメットかぶれない仕様になってるよ。ふっ、あと、お茶100ありがとうございます。あ、息子さんだけヘルメットかぶるの。逆に分かりやすくなっちゃうじゃん。逆に狙いやすくなっちゃうじゃん、それ。だから、これ同じルールじゃないとね、せっかくなんで。うん、もはやそう、ヘルメット落ちてない。ボムちゃん降ってきた、ありがとう。サンキュー、ふなっしーくん。今もはやうちのナンバーワンサポートリストなんです。いけるかな？ありがとう。あ、お茶てんてん、ありがとう。
センキューふなっしー、ありがとう。いつもイベントとかを盛り上げてくれてありがとうございます、ボムちゃんと。 ちなみにね、これボムとちちまるとね、お豆がいるんだよ、うちの写真。ともかそんなことしたら引くからなっちょるよ。ありがとうございます。ボム兵がめちゃめちゃ降ってくる、ありがとうございます。あ、落ちる、ステージ行った。あ、ステージあれだ、時間があるんだね、ありがとう。ステージまたね、またやりましょう。息子めちゃめちゃうまかったらやばいよね、11歳でしょ、フィール駆け上がってたらウケる。でもちゃんと名前は把握したんで、ちゃんと実況していきたいと思います。ボムの寝方クソ可愛いんだけど、見せてあげたいなこれ。今ボムいっぱい降ってきたよ、ボムちゃんが。うん。俺は映さないでねとかで、いや分からん、無差別に映していきます。そうだね、センスの問題だね。一応逃げ切れるは逃げ切れる。ゆうくんもありがとう、100ナイス、ありがとう。オッケー、ちょっと待ってね、ちょ息子さんのマップダウンロード待ちなんで、ちょい待ってください。これが終わったらもうスタートします。俺が肉食べんなら息子のとか言って、優しい優しい。いや超絶うまいかもしれないからね、ちょっと楽しみにしときましょう。あ、パピが落ちてしまった。うなっしーありがとう、お茶ごじゅごじゅありがとう。逆に守られちゃう。アナルガルちゃんありがとう、お茶ごじゅあり、あ、お茶ごじゅじゃない、お茶じゅじゅありがとう。Thank you。 お待たせしました。 OK、 じゃあさっきのあのパスワードで入ってこれるかな、入ってこれますかね。鬼ごっこラスト、ゆくんもありがとう、お茶てんてんありがとう、ふなしありがとう、パスワードありがとう。こちらで入ってこれれば、27人になればもう締め切ります。ライトくん来た、あ、オッケー、ライトくん揃いました。では息子さんを添えていきましょう。マップ入れてる、みんなマップ入れてます。あ、たくちゃんもありがとう。じゃあ行きますよ、レッツスターティンしますよ、レッツゴースターティン、よーし、やるぞやるぞ。レッツスターティンって何のギャグなの、何のがギャグなの。まあ、もしね倒された人はね、ティモのこの配信側に戻ってきてもらっても構わないから。で、服脱いでね、服脱いでね、服脱いでください。ジョーカーくん以外は服脱いでください。みんな全裸っすよ。ジョーカーくん見渡してさ、服着てる人いたらちょっと言うから、います。あ、いいね、あ、いいですね。あ、ん？一人服着てますね。これは誰だ？誰だあれは。S から始まる。服脱げる？服脱いで。みんな全裸。服の脱ぎ方わからないかな。まあ、いっか。まあ、ジョーカーくんだけ鬼だから、友打ちしなければ。あ、オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。オッケー、ナイス。いけました。全員服なしですね。オッケー、オッケー。オッケーオッケー、整いました、整いました。いきますよフィールド内はみんな全裸でございます。まあ鬼目線のカメラでね、いきましょうかね。お、サグちゃんが RP100 になってますね。サノックで強い選手が残ってますよ。あ、リンゴちゃんのギャグなんだ。そうなの。リンゴちゃんのギャグだったのね。
よし、ちょっとライトくんカメラ見に行こうか。ライトくん、ライトくん見に行きましょうか。ライトくん、あ、いいですね、いいです、美しいです。いいですね。うん、参加者全員服脱いでるよ。ここはフィールド。この子が息子の子。いいね。いいよ、逃げてね。逃げてね。で、ちょっとジョーカーくんカメラにしよう。ジョーカーくんだけ赤い鬼の服着てますね。ハンドガンだけ、ちょっと今なんかめちゃめちゃ大丈夫か、 Wi-Fi 環境大丈夫か、ジョーカーくん。よし、安定してきた、安定してきた。ハンドガンだけ集めてますね。近くには、ジョーカーくんの近くには、まずい息子が息子がいるまずいこれはまずいこれはまずい。いいぞ息子さん、逃げろ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 。ジョーカーくんの近くにはほぼほぼいない。うんうん、いいですよいいですよ、逃げてください、どんどん逃げてください。フレア上がった、なる、フレアが上がった、多分遊びで上がったのか。レイトくんの近く、レイトくん、多分大丈夫じゃない。どうだ、フレア見てるよゆくん見てる。あ、じゃあレイトくん XX のとこ、ほんまや。あれだ、あれ。レイトくんカメラ。ここ、13。あら。あら、まずい。サグちゃん、ちょっとルール説明できてなかったかな。いや、そんなことはないか。バッグにしか持ってないから大丈夫だよ。拾ってないしね、大丈夫だろう。バッグだけ飾りにつけてるのか。多分大丈夫だと。もしかしたらルール説明を聞いてなかった人を入れてしまった可能性もあるかもしれないけど、大丈夫であろう。別に物資を取りに行くサブもない。大丈夫でしょう。オッケー、逃げてくれ。むむむむ、ダメだダメだ、サグちゃんが分かっていない、だやばいやばい、これはまずい、ルール説明外がいる。ジョーカーくん、こちらに来るんだ、駆除をしないと、駆除をしないと、まずいまずい。あ、近づくでない、これはね、カムカムピバボ、カムピバボ、カムピバボ、ジョーカー君に駆除命令を。やばい、誰にも、キャンプブラボーってとこだね、これはまずい。しかもめちゃめちゃ強い武器持っている。いや、しかもジョーカー君に誰も話せない、これはまずい。ジョーカー君は何も知らない、やばい、これは規格外のことになってしまう、やばいいやー、ジョーカー君、ちょっと待って、誰か話せないかな。あ、伝えて伝えて伝えて、いや、気をつけろ、レイト君気をつけろ。チートが、チートが。フェイちゃん誘いたかった。今日これするぞです。ラストなんですよね。
ちょこれここっすね、ここっす。キャンプラボでめちゃめちゃ強いやつが装備したらダメダメっすダメっす。あでも次は武器ありで戦うんでラスト気をつけてレイト君、生き延びて生き延びて、 しかも3ヘルに3ヘル3チョッキバックには、これはじゃあやばいな、これ最強やないかやばいやけどこれは むずいこれはむずい、これ鬼やられるかな、これはちょっとまずい展開になってきました。しかもフィールドが狭い、まさかの展開まさかの展開まさかの展開、裸にはなっているが武器を持っている、しかもフレアガン全部視覚きついんじゃないかな。鬼はジョーカーくんだけです。これはさすがに倒せないんじゃないか、ジョーカーくんでもやる気満々っすねこれはみんなもうこれ召される召される。あそうだけだからね、逃げるだけなんで息子さんは。ちょっとこれね、あのルール説明を受けてない人がちょっとフィールドに入ってきてしまったので、これをちょっと駆除してもらいたいんだが、これはまずい、めちゃめちゃ弾を蓄えている、バリバリ装備きついっすねこれで。ちょっとジョーカーくんを見つけよう。まあ、いや大丈夫、みんなは近づかないで、いやみんな倒さないでいいよ。これでもしダメだったら、まあ、その人は入れないでもう一回やるから、うん、もう一回やるんで、みんなは逃げてください。してて、えどこだっけ、誰だっけ、ここかな、まずいまずいまずい、一人を殺してしまった無防備な人を殺してしまったまずい、ボットだと思われる、これはダメです、ルール違反です、これはもうジョーカー君とこの人の戦いになってる、やられた赤これは倒せなかったらもう一回やろっか、もしかしたらもう一回やるかもしれない、フェイちゃんもう一回やるかも、うん、最強の人物が入ってきちゃってるんで、マップを映してあげた方が見やすいのか、城郭を。はっ、まずい、城郭やられてしまった、城郭がやられてしまった、これではゲームにならない、ゲームにならない。よし、ちょっと全員、もう全員で武器で行くしかねえ。ちょ、武器持っていいよ、もう。武器持っていいっす。もう武器持っていいっす。うん、武器オッケーっす。持てる武器がでもね、あれだけどね、削っちゃってるからハンドガンしかないかもしれない。中止にした方がいい。全員でそいつを倒すんだいやこれはちょっときついんじゃないかな、だって拾える武器限られてるからハンドガンしかないよみんな。うん、中止にした方がいいかもしれない。あ、いいよ、初見さんいらっしゃい、やりましょう。中断できるんだっけこれ、もう中断できる、中断してみんな帰ってこれるから、でもうん、中止できるんかな、そう全員抜ければいいけど、このうちの話を聞いてるかどうかわからなくない、全員聞いてる人と配信を聞きながらやってる人とやってない人がいるかもしれないから、この24人を返すのが難しくない、フィールドに。
ここっす。なので、ちょっと、飯去ってください。ここっす。もう、ルール、もう、逆っす。ティモ、ゲームのボイスチャットで話しかけてみたら、あ、そういうことできるの？ティモ、感染だよ。物資は落ちてる。サグちゃんだね。うん。でも、あれ、回復が一個もないから、このフィールドには。フィールドに回復ないんで、もしかしたらやれるかもしれない。頑張ればハンドガンで戦えるかもしれない、みんな。うん、物資には物資で対抗しないといけないかもしれないけど、回復がないんで。これはまずい。これはまずい。無糖茶いけるか。無糖茶いけるか。いけ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 。あー、ダメか。ダメか。ダメか。もうこの人が鬼にする、逆にもう。もう逆にみたいな。いや、それはダメだ。それはダメだ。面白くない。いや、無理だな。無理だな。ちょっとこれに、きついですね。きついっすね。これは。カチカチやぞ。まあでも、アンチ収縮もあれなんで。フェイちゃん、じゃあ次も入れるから一応ルール説明をしていこう。参加者は、待て、次なる物資。次なる物資取りに行こうとしてね。あ、敵の位置教えてください。OK。こちらです。こちらです。もうこれやりに行っちゃっていいっす。このゲームちょっとルール違反なんで。ルール違反した人は次から入れないんで。で、ルール説明は、鬼以外は、そう、自動オフしてるから鬼じゃない人は服も脱いでください。裸っす。裸でフィールド逃げるだけです。鬼はハンドガン縛りです。で、ちょっとこれはもうちょっとルール、あれ、変わっちゃったんで、この人を殺すしかない。この人をみんなで殺すしかない。さらなる武士取ってました。やばいな。うん、防具とかなし。武士だけ落ちてくるから多分フィールド内にはないはず。シオピーが、いけるか。シオピー、車で。やばい。シオピー。やつをやってくれ。今の銃声のところだ。サスケ、気をつけろ。リュック、つけ。ナイス。誰が撃ってる？うまくね？誰が見、おー、拳で、みんなで頑張って、うまいぞ、サスケ、タカタカ、惜しい、あともうちょっとす、シオピー、あれ、回復？まさかの回復を持っている、今、回復マックス、なんで回復を。なっちゃん頑張れ。なんで回復持ってるんだ。回復あったんか。やばい、きつい。これはきつい。いけるか。やばい。回復あったのか。これ厳しいな。はるちゃん、いけるか。ゴリ。削った。めっさ削ったね、今。たかたか削ったんか、素晴らしい。中断しても多分ね、あれ、入ってる人、かわいそうじゃない？うん、入ってる、フィールドに入ってて、うちの声を聞いた、あれなんじゃない？抜けれないから、この人とやり合っちゃうことになるよ。ルール説明なしの。まずい、ここにいます。これサグちゃんだね。多分ね、ルールの多分説明を知らないまま入ってきちゃった。
うん、藤木くんだねとか。あ、この人はあの入れない入れない、配信を聞いてないまま入ってきちゃったなと思うから。うん、いやーこれきついなー。ブーさん立ち向かうか。押す。あ、説明聞いてたから裸にしたの、とりあえずね。うん、もう一回直しますんで、やり直します、もう一回やり直します。うん、確かに裸だったな。うん、逆にでもアンチで死のうとしてくれてるかも。サグちゃん別にそんなことしない人だから、多分ルールを多分知らなかったんだと思う。あ、だね、うん、大丈夫大丈夫。オッケーオッケー、ルール分かってくれたっぽいからちょっといいとして、そう、みんなね、多分帰ってくる前ね、ちょっと遅すぎる遅すぎる。これでちょっとジョーカーくんが残ってくれてればありがたかったんだけど、ルールは成り立ってたんだけど、まだ、うん、何人の人を殺めたんやってそうアンチ自体で決まっちゃうよこれうん、ピエロの顔の人じゃないよ。生存バトルロワイヤルになっちゃってるよ。カオスだね。じゃあみんな見ていきましょう。いや、これは一回やり直す、やり直す。うん。これ一回やり直します。これはさすがに iTunes カードあげれない。うん。亀仙にいらっしゃい、どうもいらっしゃい。もうちょっとね、知らない人が多かったんで、ちょっとアンチで死ぬなりなんなりして、うん、もう殺しちゃった方が早いな。あ、リュック持ってる人の人を倒そうとしてくれたなと思う。そうそうそう、鬼ごっことね、聞いてるのにね、鬼ごっこじゃなくなっちゃった。じゃあもう一回ルールをちゃんと説明しますんでね。息子大丈夫か。息子ナイスだ、生きているぞ。でもこれはもうアンチで死ぬかなんかで死んでくれた方が早いんだけど、配信を聞いてる人と聞いてない人がいるんで、うん、ちょ、これ今ちょっとカオス枠ですねカオス枠ですじゃ、アンチが縮まるか、ちょっと仲間同士で殺し合ってくださいそう、息子は頑張っている、11歳の息子がいるんだ。何ここの面、俺が iTunes カードあげるわとか、優しいいや、これちょっとね、あのルール違反の人がいたんで、あ、オッケーオッケー、ごめんサグちゃん、おったおった、ルール見てなくてごめんなさい。そう、ごめんね、ちょっとね、もう一回言うんだけど、鬼しかハンドガンを持ってはいけない。あとみんなはこのようにね、この息子さんがお手本なんだけど、裸で逃げるだけっす。でアンチが狭まってくるんで、その中の生存者1人が勝ちになりますんで、うん、でちょっとこれ中にね、多分あの配信を聞けてない人たちがいるんで、このフィールドは1回、このフィールドは1回ちょっと、そう、わざと死ねばいいけど、息子はまあ、
何も持たずに逃げまくっててもいいよ。もうね、死んでくれても構わない。うん。あ、オッケーオッケー、ありがとう、プーさん。あ、これね、ごめん、オーガちゃんごめん。あの、一個ね、ちょっとあの、ルール説明ができてない人がいて、鬼がね、鬼を倒されちゃったんで、そう。ちょっと、で、もう一回やります。もう一回やり直しますんで。すいません。うん。これはもう殺し合うか。ライト君。うん、殺し合ってくれて構わない。うん。はい。いいよいいよ。スギちゃんが分かっておらぬ。あの、一人ちょっとね、できなかったのがあるんで、そう、こちらっすね。今はちょっと早めに殺してもらって、早めに殺すか早めに死んでもらって、あの、次のルームをやりたいんで。配信聞いてる方はね、あれだけど、真面目正解なんで大丈夫です、大丈夫です。うん。配信ね、ちゃんと閉じてる人はね、気づいてないんで、後で戻ってきてから言います。ごめんなさい、ごめんなさい。よし。パピと、打ち合い、打ち合い、打ち合い、ナイス。素晴らしい。じゃあこれ、ちょっともう一回、もう一回ルール説明をいたしますんで。あ、いいよいいよ。あ、ルーム説明は多分分かりづらいと思うから、ティモティモで。鬼ごっこ入れたら入れちゃって大丈夫ですか？大丈夫だよ。うん、ロビーに戻って大丈夫です。帰ってきてください。参加大丈夫ですよ。行くよ。あ、ティモティモで検索してもらえる？ティモティモで、名前ティモティモで検索しといてください。そしたらこっちから招待送るんで。それかルーム入りやすい人は、あ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ルーム作ってから呼ぶんで。まずルーム説明としては、鬼以外は、全員裸です。鬼以外は全員裸。フィールドを借りて逃げるだけで、アンチとかには気をつけてください。生き残ってください。で、最後の生存者が1人が勝ちで、 iTunes カードをプレゼントしますので。では今からルーム作っていきますんで、それで大丈夫でしょうか。ルーム作っていきます。息子さんいたら守ってあげてください。で、パスワードは1210ね、さっきの通り。フレンドにならなくてもここから入ってこれるんで。そうそうそう、ごめんごめん、一人ちょっとね、間違えちゃってたから。フィールドで裸で逃げるだけですね。これはラストにしたいんで。ほいほいほい。で、今から行くね。KRJP サーバーのパスワードが、7038058の、ルームパスワードが1210。あ、今タカタカ書いてくれたやつだね。うん、オッケーオッケー、いいよ、いい感じいい感じ、入ってきて。オッケー、招待する。ん？逆？
ゴジラだけ被っててもダメ、いいです。ダメです。ダメです。ダメです。裸になってください。OK。みちょんありがとう。これラストね。ラストっす。入れるかな？入った？ミキちゃんも入れるかな？ピロヘッドも取っといてくれた方がいいかな？初心者の人びっくりしちゃうから。普通のはこの後にやりますね。普通の戦いはこの後1試合だけやりますんで。入れた人は待機しといてね。待機ね。ミキちゃん入れるかな？あ、裸にしてきた。ナイスです。で、回復も取らないでね。回復も取らないでね。バックも取らないで。まあ、メガネぐらいならいいぐらい。ちなみに、鬼だけ服着てるんで。うん、そう、何も取らないでいい。もう、あの、下にフィールドに落ちてくれたら、もうそれで逃げ切ってくれればいいんで。アンチに気をつけながら、あと鬼から逃げながら。ほい。あ、設定しよう。忘れた。今、拾わないように設定しちゃうんで。それな。普通のやつは最後にさらさせてほしい。いいよ。入れないです。待ってて。こちらの設定だけしちゃう。オッキーちゃんいらっしゃい。オッケー。リュックもなし。リュックもなしです。鬼しかハンドガンを拾えないようにするんで。うん。まあ、フィールドに降りたら逃げるか隠れるかしてアンチを気をつけてください。それだけです。ミキちゃんが入れない。ミキちゃん入れなかったら、あれしちゃっていいよ。チャッピーも入るかな。ルーム番号で入ってきた方がいいかも。またミキちゃんさ、これルーム番号打てるかな。スタートボタンの下にルームっていうところがあって、ルームを押してもらうと左の上の方に細い四角の格好があるから、そこにこのルーム番号を打ち込んでもらって、パスワードは120でこちらの方に入ってこれると思うんで。なんでこれ解除されるんだろう。あとじゃあミキちゃん待ちかな。うん、違う、こっちだ。入れない。もう一回言って、OK。スタートボタンの下に
ルームっていう書いてある英語でルームって書いてあるちっちゃい家みたいなマークがあるから、それを押してもらって左上に、四角い格好で、ルーム番号を入れれるところがあるので、そちらに、7038058を押してもらって、1210で入ってこれるはずです。息子入ってこれた？息子、あ、入ってるね、さすがです。それか再起動かな、それで入れるはず。チカちゃんありがとう、お茶こちこちありがとう、ゆくんありがとう、お茶ごじごじありがとう、センキュー、ナイス星さんありがとうございます。星さんの人は枠いじるんでちなみに、うん、息子ライトくん、はい、タクちゃん、入れた？で、みっちゃん、みっちゃんだけなんか入れない、なんでだろう。入れたね、オッケー。お、食いたそう。あ、入れた？みっちゃん入れたかな。あ、入れた入れた。次は誰かが抜けた。オッケー、いけそういけそういけそうっす。ペイちゃんもオッケー。いくよー。じゃあ、ルール説明をしますね。ルール説明、最後にルール説明します。で、鬼はジョーカーくんで、鬼以外は、もうフィールド内に降りた瞬間に何も持たずに逃げてください。で、アンチが徐々に縮まってくるので、その中で逃げ切った人が勝ちです。 OK かな。で、私は関係ないんですけど、こちらのルールでしていきたいと思います。何も持たないでね。あと、フィールドに入ったら裸になってください。裸は全員仲間です。殴ったらダメですよ。では行きます。ラスト行きます。3、2、1。あ、大丈夫？みんな消えてない？平気かな？いきますよ。3、2、1、スターティン。あれ？キングスルーちゃん、マップダウンロードしてない。まさかの、亀仙人、マップをサノックだけ、マップをダウンロードしてもらっていい？すまない、そうだ、マップ問題もあったわちょ少々お待ちを。多分あれ、 Wi-Fi がついてる部屋だったら多分大丈夫だから、すぐ早い。マップダウンロード終わったらコメントで言って毎回すんなりいけないまあ仕方ない。サノックっていうのが上だったらいいんだけどね。ちょいちょいやっぱ PUBG とかってサボるとさ、なんか変なマップダウンロードが出てきちゃうからめんどくさいよね。お、アルちゃんも入る。アルくん、これ誰か説明できる？アルくん配信聞いてるかな？たかたか、アルくんにさ、あれ送ってあげて、なんかアルくんに、あ、うん、LINE しといて。やった？ OK、ナイス、早いっす。トモカが抜け出す。トモカ、おいで。これラストなんで。入れた？入れましたか？みんな揃ったかな？ちょっと見てくるね。トモカは入れたか？トモカ消えた。はい。あとトモカが揃えば。トモカ入ったか。OK、いくよ。じゃあレッツスタート。え、息子いない？息子いない？どこ行った？息子いる。息子はいます。大丈夫です。
息子はいますよ。じゃあトモカが抜けない間に行きます。では行きます。 3,2,1 スタート。よしよし、これ大丈夫なはずだ。結構長くかかっちゃったね。息子さん大丈夫かな、11歳なのにこんなの。 OKOK、 入れた入れた。服脱いでね。いいよいいよ。服脱いでる人は全員仲間なんで。ジョーカー君ちょっと周り見渡してみんなにやられてるフィールド降りたらね、あの逃げるなり隠れるなりで。ジョーカー君以外は服を着ちゃダメです。物も持ってはいけません。ジョーカー君、それがライト君だ。目の前にいるのがライト君だ。カエルがいる、カエルがいる。ちょっとジョーカー君映して。カエルどこにいた。カエルがいるだと。これちょこっから探さなくちゃいけないけど、誰だ。あ、今服あれだ、飛行機とか見てね。カエル探すわ。ネイチちゃんは大丈夫、ミキちゃんも大丈夫。まだ乗っている、まだ乗っている。大丈夫大丈夫。あら、間違えた、あ、間違えた。ジャス君ももちろん大丈夫、パピも大丈夫、フェイちゃんも大丈夫、ウサちゃんも大丈夫、チャッピーちゃん、チャッピー、まさかの、もしかすると、もしかするとまたルール違反を行う可能性がある。本当だ、いる。これはもうフィールドに落ちてもらって、もしかしたら物資を拾わないかな、どうでしょう。おっと？おっと？服を脱げるか。もしかしたら服を、あ、ナイス！服脱げました。OK です。OK です。大丈夫です。アル君ももちろん大丈夫です。プーさんももちろん大丈夫です。チーちゃんも大丈夫です。オッケーオッケー。大丈夫。はい、ジミーちゃんも大丈夫です。ハルちゃんももちろん大丈夫です。はい、キングスルちゃん、大丈夫です。仲間と共に。サスケ君も大丈夫です。スギちゃんも大丈夫です。大丈夫。グース。カプ、ハシオピーもちろん大丈夫。息子、正解です。こちら大正解です。はい、トモカ、さすが配信映え。タカタカは今降り立った、大丈夫。武藤ちゃんも、あ、武藤ちゃんが死のうとしている。これ、あ、これはあれか、 Wi-Fi か、 Wi-Fi 環境で死のうとしているか。これはWi-Fi が落ちたっぽいな。残念。負傷者が。負傷者が出てしまった。武藤選手。あとは全員ルール分かってそうだね。大丈夫っす。いや、多くない。一人だけ。しかも脱いでくれたから大丈夫。ルールは分かってるはず。フィールドに降りてから脱ごうとしたんだと思う。大丈夫ですね。一人、武藤ちゃん多分ね、これ Wi-Fi 切れかなんかでお亡くなりになっちゃったね。よし、ここからは鬼ごっこです。ジョーカーくんの近くには誰もいないです。いいですよ、いいですよ。アンチ気をつけてね、アンチ。未だ空の上未だ空の上の人いたね。
フィールドは狭いんで乗り物も乗らないようにしてくださいね。今ジョーカー君はね、多分無数のハンドガンを取らないといけないんで、ハンドガン縛りなんで。さてハンドガンでどれほどの人数を倒せることができるのか。ちなみにフィールドには30人います。30人いますよ。近く誰もいないね。いい感じですね。アンチ気をつけてね、みんな。アンチは気をつけてください。多分大丈夫だと思うんだよね。もう一回見に行って。あ、大丈夫です。何も来ていません。何も持ってもいません。素晴らしい。大丈夫です。今こんな感じだね。ジョーカー君と出会ってしまったらもうね、死を覚悟になっちゃうんで。全裸の人たちはもうね、助け合ってくださいね。助け合ってくださいね。全裸の人たちは殴っちゃったりしたらダメですよ。フィールドお散歩しててください。アンチが縮まるまでは。ちなみにジョーカー君はこれ配信聞いてないんで、どこに敵がいるかも分かってないんでね。まだ一人もやられていません。まだ一人もやられていませんよ。よし、ちょっと息子見に行くか。あ、いいですね。息子は誰かと出会ったようだ。仲間です、仲間です。息子を守ろうというのか。息子を守るための戦士たちが集まってきてますね。まだしてた、まだしてた。いいですよ、みんな協力して逃げてくださいね。むむ、ジョーカー氏はまだ一人を見つけれてないようです。近場に誰もいないかな。お、今回いい感じ、みんな隠れれてるね。ふんふんふん、いいですぞ。その間にふんだんに弾を持って、どこだ、守りに行きたい。ダメっすよ。場所バレたりとかしたら、多分ジョーカー君一人でも見つけたらそこに群れてるやつ全員殺すと思うんで。ダメですよ。なるべく協力し合ってくださいね。見つかったらなすりつけ合いみたいなのもあったからね。ちょっと面白かったけど、それはそれで。守ってるつもりがめちゃめちゃあれなんじゃない。見つかりやすくなっちゃってる場合はある。お、なぬ、ジャス君が何かで怪我をしている。落下的ミスか、これは。アンチで死ねない。ジャス君まずい。ジャス君まずい。どっかから落下したようだな。あ、アンチが狭まってきました。また場所が変わりましたよ。気をつけてくださいね。アンチ気をつけてね。アンチ回復できませんよ。回復はできませんよ。さあ、そしてジョーカー君はくまなく探す。まだ一人もフィールドから死んでいない。落下だよね。落下絶対アンチで死ねないじゃん。ちょ、頑張ってよジャス君。生き延びてください。耐えてください。その体力で、その体力で。お、うちなんか見つけたぞ今。ちい戦いが入ってきました。まだ31人、フィールド内には30人生き残っております。しかもさっき
ジョーカー君の大好きなロクスゴが落ちてましたけど、ハンドガン縛りなのでこちらには装備できません。うわ、近い、誰か近いぞ、近いぞ、危ない危ない危ない、息子危ない息子危ない名前がね、ちょっとこう薄暗く映ってる人たちはね、近くにいるってことなんで、ジョーカーくんカメラの脳回復、脳回復です。うん、それも運なんで。おー、うまいね、サスケッチいいとこ隠れてますね。いいねいいね、これはうまいですよ。うん、良きです、良きです。まだみんなアンチでも死んでません。ジョーカーくんはひたすら、あ、やべやべやべ、充電がなくなっている、まずまず充電がね次ラストの試合がある。あ息子、それはそれは敵だ。ジョーカーくん、息子を助けるか。息子、お、ん、まずい、まずい、逃げて逃げて、そいつは優しくないぞ、逃げるんだ。お、下手なふりをしてくれてる。これか、ちょっと雰囲気を覚えていたのでしょう。見逃した見逃した、さすがっす、さすがジョーカー氏ね、見逃しましたね。もうちょっとパーティーを楽しくしようじゃないかと言わんばかりに。お兄ちゃんこんばんは、いらっしゃい。でもアンチで死ぬなよ息子。多分息子以外では容赦ないと思いますんで、うん、息子以外には容赦ないんで、多分アンチで死なないように願ってどんどん探していく。わしも見逃してとかねiTunes カードは誰の手に渡るのか、フィールド内で覚えてる人しか分かってないと思います。ジョーカーくんは、あれ、これどっかで見たことあるなーみたいな感じだと思う、うん、俺の場所見て OK。 まだ31人残ってます。あ、いいですね、もう100回答です。お、なんか後ろでなんか泳いでるやつがいますけどいいですね、いいところに隠れてますね。でもアンチ気をつけてね、アンチはね死んだら痛いよ、痛いよ。うん、回復ないんでこのフィールド。うん、多分ね、ジョーカーくんは多分空気を読んだっていうか、多分ティモがちょっと紹介してたんで、あれ、この素振り見たことあるなみたいな感じで、多分息子って認識してちょっと生き延びさせてたんでしょうね。あー、いいですね、いいですね、これもいいですね。うん、いいです、いいです、こちらも良いでしょう。はい、ジョーカーくん、まだ一人も死んでませんね。見つけれるか。でもフィールド内にはうよいよサバイバーの人たちがいますね。あ、まずいまずい、発見されてしまった。もう遠目ではもう敵か味方か分かっていない、敵か味方っつうか、もう息子とは分かっていない。これはまずい、息子逃げるんだ、お母さん応戦するんだ、あずさ、あずさちゃん逃げろと逃げろと、ピース、やっちゃうぞこれは。そして近くに行って、あれ、確認を、トニー、さすがだ、遠目だと殺される他のやつを
探し、ただギリギリの体力で、あとはアンチで死ぬなと言わんばかりに。遠いか、いけるか。ハンドガンで遠いのはつらい。おっと、おっと、もうカオス。あ、プーさんだね。ラブラブしてる、ラブラブしてる。ラブラブしてるよ。いいですね、このようなね、穏やかな風景もいいですね。わっ、フェイちゃんが、フェイちゃんが召された。フェイちゃんが脱落しました。遠くでも撃てるらしいっす。どうかね、誰が生き残れるでしょうか。フリーズして死んじゃった、マジか。シオピー、うちのね、充電のね、速度もね、もう急速に減ってますね。これはまずいです。あ、ちなみにこの4戦目から武器ありのね、普通の戦いをしますんで、ちょっとフィールドが荒れそうですけど。あ、また息子を発見されてしまった。やられた。遠目だと息子とはわからない。そしてタクちゃんも水の中にいたってお構いなしに倒していく。遠目だと許してくれない。誰か分かっていないので、どうする、このフィールドをどうする。あぶね。もりもりに、もりもりに詰まってきました。アンチで、アンチで死ぬなよ。生存18。ん、ゆいたそちゃん、あー全然大丈夫ですね。ジャス君の足首が死にそうですね。ジャス君の足首がもう限界のようですね。頑張ってアンチまでは行ってくださいね。アンチまでは。さて、見つけたか。見つけてしまった。タクちゃん、タクちゃん。背中を見せたらダメだ。背中を見せたらダメです。から召さなきゃいけないので。なに、ボムちゃんどうした。いや、急に抜いたら配信ぶっ壊れそうじゃない。とりあえずここは、あ、スギちゃん、スギちゃん、うん、これ鬼倒す人いない。うわ、どんどん狭まってきます。どんどん狭まってきますよ。ラスト一人は殺さないからね。もう画面カクカクです。やば。あ、うちが、うちの画面がもうカクカクしてる。充電がなさすぎて。アンチ外で死んだ。トモカダメですね。じゃあちょっとこれ抜きましょう。マイクいけるか。ネイチちゃん、
ねいちちゃんが目覚めてしもた。ならば。